はい、どうも。2万5000人もヒーリングして運気を改善してきた気功師の斉藤です。今回はですね、気功初心者の方でもこの動画を見ていただくことでですね、気を出すことができる、感じられるようになる、あとはですね、自分のですね、丹田とかチャクラをこう鍛えて自分の潜在能力をですね、高めたり運気を改善する方法っていうものをお伝えしていきます。で、この動画見ていただくことでですね、今お伝えした通り気を出す、感じるってこともできるようになるんですけれども、自分のですね、運気をこう高めて、例えば仕事でこう成功できるようになったりとか、あとは恋愛運をですね、高めて異性からこう好かれるようになったりとか、対人関係を改善して、好かれるようになるとかですね、そういった効果がありますので、最後までですね、見て気功をマスターしていただければと思います。この動画ではですね、そもそも気功ってこうどういうメカニズムで起きているのっていうことだったりとか、あとはですね、セルフヒーリングのやり方っていうのを解説していきます。後半ではですね、実際にこうセルフヒーリングでどういうワークやればいいのかっていうことを解説していきます。で、例えばですね、頭の回転、早くするにはどうすればいいのかとか、学習能力高めるにはどうすればいいのかとか、仕事でこう結果を出せるようになりたいとか、いつもですね、高いモチベーションをこう維持して目標に向かってですね、やるぞって決めたら、しっかり向かっていけるようになるとか、あとはですね、自分のこう人生の軸とかで生きるテーマみたいなのをこう見つけて、自分の軸をですね、見つけ出すための方法なんかについても解説していきます。ですね、そんな風に潜在能力をこう高めていってですね、最終的には、自分の能力をこうどんどん高めて、天才レベルまで能力を高めていける、そんな内容となっております。なのでですね、気功に興味があるというだけではなくですね、今言ったような自己啓発的なところとかにもですね、興味がある人はですね、後半の方もしっかりチェックしていただければと思います。で、これからですね、気功のいろんなやり方とかワーク解説していくんですけれども、この動画を見ていただいているだけでですね、僕が気を送ってですね、ヒーリング効果的なものが現れるようになっていきます。なので、ラジオ感覚で聞き流すみたいなだけで気功体質みたいな感じになって、勝手にその気の力っていうのがですね、高くなっていきます。なのでこの動画結構長くなると思うんですけれども、繰り返し見てですね、どんどんこう気のパワーっていうのをですね、高めてみていただければと思います。気功ってなんかこう今言ったみたいにすごいこう力が手に入ったりとか、運気がこう改善するとかって言われたりとか、あと単純に体をこう健康にしたり若返らせたりするっていうようないろんないい効果があるんですけれども、でもすごいってこう言われてる反面、本当にでもこう効果があるのか分かんなかったりとか、あと目に見えない世界なので、自分がやってるこうワークとかが本当にその合ってるのかこう分からないっていうので、結構悩んでる方多いと思うんですね。で、そういうこうすごいパワーが手に入れたいと、気が分かるようになりたいと思ってるんだけれども、でもこう気が分からないから、どんな練習方法すればいいのか分かんないとか、ネットとかでこう情報を探してなんかいろんな練習方法やってみてるんだけども、本当にこれで効果合ってるのかちょっと実感つかめないなっていう風に堂々巡りにこう陥りがちだと思うんですよね。で、気功をこう始めてみて、なんかこう感じられないな、分からないなと、自分のこうイメージ力足りないんじゃないかなとかって思って強く念じてみて、なんかうーんって頑張って見るんだけれども、なんかでも念じれば念じるほど、なんか余計にその思い込みなのか本当に結果出てるのか分かんなくて、なんか余計分かんなくなってきたなっていう方結構多いと思うんですね。で、なんか頑張ってみたんだけれども、やっぱこういうのってこう生まれつきその霊感とか、すごいなんかこう感性が豊かだったりとか、ちょっとこうアーティスティックな感じじゃないとこうできないんじゃないのかな。で、もう気功ってやっぱセンスが必要なんじゃないかっていうので諦めがちな人も結構いると思います。で、今言ったですね、すごい能力身につけたい、でも気がよく分かんないで頑張るけど余計ぐちゃぐちゃになるっていうのは、これ結構気功初心者のですね、方がもう誰でも陥る、あるあるのパターンなんですね。で、もうこのパターンにハマっちゃってですね、もうずっとこう抜け出せないと、なんかいわゆるこうヒーリングジプシー、セミナージプシーみたいな感じになって、もう場合によってはなんかすっげーインチキみたいな人にこう捕まってですね、なんかもう何十万もめちゃくちゃこうぼったくられたりとかですね、あとはもうなんかこうもう無理やり思い込もうとして、もうできてないんだけども俺はできるんだみたいな感じで、もうめちゃくちゃちょっと痛いやばい感じの人、なんかもう妄想炸裂ガール、妄想炸裂ボーイみたいなですね感じになって、いやちょっとこの人と関わりたくないなみたいなこう感じにこうなっちゃったりするんですね。で、そういう風なですね、ちょっとこういけない方向に、進んでほしくないと思っていますので、今回の動画でですね、ちゃんと気をどうすれば身につけられるかとか、どんな練習やればいいのかっていうのをしっかり解説していきたいと思っています。
まあ、僕ですね、今でこそこのプロの気候士になってですね、10年以上も活動して、もう累計でですね、2万5000人以上の方に、セミナーまあ受講していただいたりとか、遠隔ヒーリング受けていただいたりしたんですね。でもう何回もですね、セミナーとかこうスクールとかやって、あとは動画教材とかもこう出して、気の出し方とか感じ方っていうのをですね、レクチャーしてきました。僕も最初は気の感覚っていうのは分からなかったんですけれども、まあいろんなですね、こう試行錯誤をして、で気候っていうものをですね、論理的にこう体系立ててこうまとめていくことでですね、まあ、僕自身もしっかり、いろんなヒーリングとか気候できるようになりましたし、僕の受講生の方もですね、なんか気が分かんないっていう人でも全員こう気が分かるようになったんですね。なので、まあ、気候ってすごいこうなんか右脳っぽい領域、その感覚的な領域って思われがちなんですけど、ちゃんとこう体系立ててこう学んでいって、で言語的に気候ってこうなってるんだっていうのを一個一個こう理解していけばですね、誰でもこう気を感じられるように、なるわけですね。これから結構理論的なところも解説していくんですけれども、気候でですね、その理論をしっかりこう学ぶとやっぱいいことがあって、で、それはですね、理論をこう学ぶことによってスランプがなくなるっていうのがあるんですね。でなんで気候ってこういうメカニズム になってるんだろうと、なんで起きるんだろうっていうことが分かってると、そうするとですね、あ、今自分はこういうことで悩んでるけど、理論的にその気候のこうロジックで考えると、ここに原因があるんだろうなっていうので分かるんで、まあ、原因が分かればあとは対処するだけなので、そういう意味で伸び悩むみたいなことがなくなるんですね。なんかちょっとよく分かんないことが出てきたなと思っても、理論的に考えれば、まあ、答えが分かるようになるっていうので、理論を学ぶっていうのはやっぱり気候みたいな目に見えない世界だからこそものすごく大事になってくるということですね。逆にですね、理論なしでこうやっていった時に気が分からないまま終わるっていうぐらいだったらいいんですよ。まあ、時間とかはちょっとこう無駄にしちゃうんだけれども、そこまでこう体とか心に悪影響がないっていうので終わるんだったらまだ全然いいんですね。でも理論とかがこう分かんない状態で、ちょっとこう事故とかアクシデントみたいな感じでこう急にこう気が出始めたりとかすると、湧いてくるこうエネルギーみたいなのが強すぎて、自分のですね、体とか心をですね、壊しちゃうことってあるんですね。で、例えばそのすっごいこう気が溢れるようになったんだけども、体の中にこうずっとこもりすぎて、神経とかがこう高ぶりすぎて、なんかいつもイライラしたりとか、頭にこう気が溜まって頭痛みたいな感じになっちゃったりとか、まあ、いつもこうめまいがするとか、心臓がドキドキするとか、緊張しやすくなっちゃうとか、でもっとそれが進むとですね、いわゆるこう全病とかクンダリニ症候群って言われるんですけれども、なんか幻覚が見えるようになったりとか、幻聴がこう聞こえるようになったりとか、こう精神病みたいな感じになって、でもこう医者に行くんだけども、気候が原因でなってるので薬とか処方されても治んないみたいな感じで、結構大変になっちゃうこともあるんですね。一人でこう手探りで練習してて結果がやっぱ出ないで終わるんだったらまあいいんですけども、こういう風に今言ったみたいに病気っぽくなっちゃったりすると、やっぱりこう人生の他のいろんなところもこう台無しにしちゃうことがあるので、なのでまあ理論的にこう体系的に安全にですね、修行していくってことが気候では非常に大事になっていきます。まあ今みたいにですね、体の調子がおかしくなるとか、心の調子がおかしくなるとかって話すると、いや気候めっちゃ怖いなって思う人もいるかもしれないんですけど、そういう事故をですね、ちゃんとこう避ける方法っていうのがあるので、それ学んでいただければ大丈夫です。で安全にですね、その能力開発をしていくと、ゆっくりですね、実力がこう身についていって、で運気とかもですね、上がっていって、でなんか気がついたら気候を始めて、この動画見てかもしれないですけど、この動画見てですね、1年とか2年ぐらいしたら、いやなんかすっごいこう性格とかもこう前向きになったし、なんか体もこう健康になった気がするし、なんか人生どんどん良くなってるなとかっていう風にこう変わっていくので、期待しすぎるとですね、やっぱりこうすっ飛ばして、で事故っちゃうみたいなことになるので、もう確実に一歩一歩ですね、学んでいただければと思います。僕自身ですね、そのプロのヒーラーとしてこう活動してて、やっぱりこう論理的にですね、こう考えてしっかり丁寧に修行していくってことをやってきたので、例えばこうクライアントさんからですね、その気候についてこう質問された時も、あ、今あなたのそのこう段階だったらこういうワーク次にやるといいですよとか、あ、その状態をこう僕も経験してたんだけども、こういうところに原因あるからこうやると解決しますよとかっていうのがまあ言えるようにもなったんですね。で、あとですね、まあ、論理を学んでですね、抽象度の高い視点で気候っていうのをですね、こう学んだことでいろんなヒーリングもですね、できるようになったんですね。で、僕美容気候っていうのは結構得意なんですけれども、気候を使ってですね、こう小顔を実現したり、鼻を高くしたりとか、あとはですね、こうフェロモン気候みたいなのもあって、まあ、それを使ってこう異性からの評価をこう高めるとかですね、いろんな、まあ、テクニックが使えるようになったんですね。まあ、今回はですね、気を出す感じるっていうところだけなんですけれども、でもちゃんとですね、気候の
メカニズムを学べば、今言ったようなまあモテるとか、仕事であとは結果を出すみたいな結構すごいことをたくさんできるようになるので、ですね、まあ、しっかり、理論的にこう整理していけたらなと思っています。気候はですね、最初に言った通り才能とか霊能力っていうのはなくても大丈夫なんですね。で、気候って目に見えない世界でこの右脳の領域をこう使う、感性とかセンスとかアーティスティックなところが必要っていうイメージあると思うんですね。確かにその気候をやってですね、自分のその感性が磨かれたりとか、脳の使ってなかった領域がこう使えるようになると、気が見えるようになったりとか、オーラが見えるようになったりとか、共感覚がこう身について、なんか音を聞いた時にこう光でも捉えられるようになったりとか、そういうすごいイメージ力的なところとかアーティスティックなところも能力がこう出てくるんですけど、でもそれってですね、原因っていうよりも結果なんですね。気候をやることによってイメージ力も身につきましたっていうのが正しいので、なのであんまりイメージ力とかにですね、こだわる必要は、ないです。イメージ力とかですね、まあ、霊能力とか、そういうのに こだわりすぎると霊能力ある人すごいんだみたいな感じになって、場合によってはやっぱちょっとかもられたりとか、あの詐欺られたりとかですね、することがあるんで気をつけてください。僕みたいにですね、こう顔出しでやってる人もいれば、まあ、顔出さないでですね、なんかインチキっぽいこと言ってるだけの人とかもまあいたりするので、そこら辺はちょっと気をつけていただけたらなと思います。で、まあ、なんでこれまでその気候の業界でやっぱイメージが大事だとかってこう言われてたかっていうと、あんまりその気候自体のこう仕組みがこうよく分かってなかったからなんですね。でも2000年代にですね入ってきて、まあいろんなその脳科学とか心理学がですね発達してきたことで、気候とかヒーリングみたいなその目に見えない現象も脳科学的にはこういう仕組みで起きてるよねとか、まあ心理学的にこうだよねってことが分かってきたんですね。で、科学っていうのはその再現性がこうある世界なので、まあロジカルにその考えていくと、じゃあ気候ってこういうメカニズムで起きてるから、こういうワークやれば使えるようになるよねっていうのが分かってきたんですね。逆にですね、その科学化される前の、科学でこう解釈される前の気候っていうのは、もともとが宗教ベースのその世界なので、なんか宗教のこう世界観だったりとか、まあ、考えるな感じろみたいな、で師匠がやってる動きとかをこうよく見て、とりあえず言われた通り真似しとけみたいな、まあ、そういう世界だったんですね。で、そういうような、非常にまあ古典的ななんか修行の世界で、気候の奥義をこう分かるやつ、まあ、気が出せるようになる、感じれるようになるやつっていうのは100人とかこう1000人とかいた中で、その中からこう才能のあるセンスのあるもう 2,3 人のやつがあの技をこう受け継いでくれればいいよねって世界観だったんですね。なのでなんか指導法とかもあんまりこう確立されてない。でもともとアーティスティックなこうセンスのある人が言われた通り、先生の言われた通りやってみたらなんか出ちゃったみたいな感じで、できてた世界なんですよね。なのでアーティスティックな能力とかがまあ大事っていう印象が強いんですけど、まあ、最近はそうじゃなくなりましたよっていうことですね。で、今はですね、この気候とかヒーリングの世界って、その脳科学とか心理学をベースにですね、どん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 こう理論がアップデートをされていってるんですね。そういうこうアップデートされてるってことを知らずにですね、古いノウハウとかにこうギュッとこうしがみついちゃうと、結果も出ないし、まあ周りの新しい情報も入ってこないってので、損しちゃうんですね。なので、まあこの動画見てるときはですね、最新のノウハウ身につけていただくっていうことで、これまでこう学んできたその気候のこう考え方、まあ伝統的な考え方とか宗教ベースの考え方とかっていうのは一回ですねちょっと忘れて、論理的なところとかですね、その脳科学的に基づいた時にこうだとかっていうところを一回ですねまるっとあの受け入れてほしいなと思います。まるっと受け入れていただいてですね、あ確かにこれで気出せるな、感じれるなっていうのが分かってですね、まあ、結果が出て運気上がって、モテるようになってお金も稼げるようになってですね、そういう風に結果が出た後に、まあでもどっちの世界観がいいかなと、不思議なスピリチュアルっぽい世界観が良ければそっち選んでもいいし、まあロジカルなですね結果の出る気候をですね、そっちが気に入ればそっち続けるもよしっていう感じで、結果出してからあのどっちの世界観を信じるかっていうのはですね選んでいただければいいんじゃないかなと思っています。うちでこれから解説していく気候なんですけれども、現在気候って呼んだり、あとはベースになってるですね科学が認知科学っていうものなので、認知科学に基づいた気候とかっていう風に呼ぶことがあります。まあ、あとはですねそれに対してですね、あの伝統的なその宗教にこう基づいた気候のことをですね伝統気候という風に呼んでいます。あとですね伝統気候って言ってでもう伝統気候の中でもいろんなこうやり方とかですね流派あったりするので、場合によっては伝統気候って一括りにしないよっていう人もいると思うんですけど、まあ、ざっくりしたあの見取り図がこんな感じっていう風にですね、思っていただければと思います。この伝統気候のまあいいところっていうのがあるんですけれども、科学
ってすごくですね、やっぱりお手軽でこう便利に使えるっていうところがめちゃくちゃこういいところなんですね。例えばスマートフォンとかこう使って、まあ、計算機のアプリ入ってるじゃないですか。あれで計算するのって何の訓練もなくても決められた通りになんかこう手順で数字入れてポタンポチって押せば結果出るじゃないですか。で現代機構とか認知科学の機構ってそういう感じでもう練習とかなしでめちゃくちゃこう高いレベルまで一気にいけるっていうのがメリットなんですね。伝統機構ってそろばん教室みたいな感じでめちゃくちゃ頑張ればめちゃくちゃまあ早くできるんだけれども、でも結果出すだけだったらスマホのアプリでまあ良くないっていうような感じですね。なのでまあ現代機構認知科機構ですね、学んでもらうとめちゃくちゃ時間かかる修行、その10年20年ですね、なんかこうやらなければいけないとかっていうのをすっ飛ばして一気にもうショートカット、まあこれまでの機構のスピード感よりも100倍ぐらいのスピードでいろんなことを身につけることができます。であとですね、まあ伝統機構のちょっと難点としてはやっぱりこれ宗教がこうベースになってるんで、現代のその日本のですね価値観とかライフスタイルからするとなかなかこう受け入れがたいっていうのがあるんですよね。例えば伝統機構の修行の一つのやり方としてお墓でトレーニングするっていう考え方があるんですよ。でなんでお墓なのかっていうと、まあ、お墓っていうのは死者がこう集ってるところなので、木で言うとその陰の木が満ちてる、陰キャの陰ですね。で陰の木に満ちてるところに行くとですね、自分の僕らの人間の体にあるですね陽の木がこう反発してこう高まると、そういう、 こう陰の場所でトレーニングすると、まあ、陽の木がこう湧いてきて気がたくさん出るようになるんだとかっていう考え方あるんですね。まあなんか筋トレで重たいものを持つと筋肉成長するみたいな考え方なんですけれども、まあこれ実際に、まあ、効果あるとは思うんですけれども、やっぱりなかなかでもこう我々現代人が毎日お墓にでトレーニングするってなかなか厳しいものがあると思うんですよね。夜中にお墓行って体ゆする練習法とかあってプルプル気功って言ったりするんですけど、じゃあ1時間お墓でこう体ゆすれるかって言われると結構厳しいものあると思うんですよね。でなんならあいつが幽霊なんじゃないかみたいな感じで警察呼ばれてですね、君何やってんのみたいな、いやちょっと気功のトレーニングでみたいな、ちょっと話もっと詳しく聞かせてくれないみたいな風になっちゃうわけですよね。今はちょっとこう大げさに言ってますけど、まあ、伝統機構のそういうちょっと不合理だったりとか今の僕らのこうライフスタイルからするとちょっときつくねっていうところもあるので、まあそうするとやっぱりこの現代機構っていうのはところどころこう理屈学んだりとかっていうですね小難しいところもまあ出てくるんだけれども、まあ学ぶのも手っ取り早いし、まあ我々のライフスタイルにもこう合ってるっていうことで、使いやすいんじゃないかなとも思っています。まあお墓でトレーニングとかもですね、1回ぐらいはやってみていいと思うんですけれども、うちではこの現代機構がおすすめということですね。でいろんなその脳科学とかのおかげで機構のメカニズム解明されてきましたよと。ただ 100% ですね全部解明されているかっていうと全然そんなことないんですね。まあ肌感覚でいうと 5% ぐらいなんじゃないかなと思っています。結局この機構の不思議な現象っていうのはやっぱ人体とかこう生命に関わってくるもので、じゃあ生命現象っていうものを今の科学がどれぐらいこう解明できているのかって言われると解明できてないところの方が多いわけですよね。なので今の現代機構とか認知科学機構のその全体のこう解明度で言ったらなんか 5% ぐらいなんじゃないかなとは思っています。まあそれでもやっぱ0と 5% はもう大きな差があるので、もうめちゃくちゃやっぱりアドバンテージになってるっていうことですね。でやっぱり伝統機構ってこうすごいブラックボックスの中で頑張って修行してセンスがあるやつだけ使えるって世界観なんですけど、この現代機構は誰にでもこうできるっていうのがやっぱ科学のいいところなので、これまで10年20年機構学んだけどなんかいまいち結果出ないなとかっていう方もしっかり結果出せるようになります。やっぱ科学っていうのは一連の手続きをちゃんとやれば誰でも結果出るっていうところがいいところなんですね。例えばその鍋に水入れてでガスコンロでガチャってやってお湯沸かしたら100度になれば誰でもこうお湯沸くじゃないですか。ちょっとこいつのこと気に入らないから俺100度では沸騰しないぜみたいな水はいないわけですよね。なんかこの子可愛いから30度ぐらいで沸騰しますみたいなやつはいないわけですよ。なのでお湯を沸かすっていうような簡単な理科の実験みたいなのと一緒で、ちゃんと正しく手順をこうマスターしてやれば誰でも結果出る。じゃあこういう科学っていう言葉聞いた時に、いやいや斉藤さんとでもそうは言ってもこの理論自体がまあめちゃくちゃ難しいんじゃないのって思った方もいると思います。これは
全然安心していただいて大丈夫で、僕ですね、まあ、これまで本当にもう何十回でこう気候のセミナーやって、もう今みたいなことずっと言ってですね、で気候こういうメカニズムですよっていうのを説明してきたんですけども、で、まあ、セミナー受講した方でその理論がよく分かりませんとか聞き出せないですっていう方は一人もいなかったので、まあ、そこはですね本当に安心してもらえればいいかなと思います。科学とか理科、まあ、理系のもの苦手っていう人はこれ学校の多分イメージあるからだと思うんですよね。でも学校でやってるのって暗記がメインなので、なんか本当の理解じゃないわけですよ。でそれに対して科学っていうのは抽象度が高くてですね、ですごいこう難しい現象とかも科学の視点で見るとシンプルに考えることができますよと、シンプルなメカニズムで働いてますよっていうのが科学の世界観なので、なんか逆にも拍子抜けするぐらいですね簡単だと思います。これだけでいいのみたいな感じなので、学校の勉強みたいなそういうタイプの難しさではないんで、気楽にですね受けていただければと思います。でそういう風にシンプルにまあ理解できるからこそ、僕みたいな若造でもこう気候を一気にこうマスターして、まあ、プロとしてですね活動することがこうできるようになったりとか、まあ、僕の受講生の方もですね初心者からこう初めてプロになった方って何人もいらっしゃるので、そういう結果が出せているのでですね、そこは、大船に乗ったつもりでいていただければと思います。ただこういうこうなんか理論化されたりとかしてると、なんか神秘性がこう減っちゃってるような気がして、いやなんかちょっとこうロマンが足りねえぞって思う方もいると思うんですけれども、まあでもこの理論化された気候でも結構すごいこといっぱいできます。で僕もですね結構いろんな神秘体験しているんですけれども、例えばこうチャクラがすっごいこう回る感じが分かったりとか、いわゆるそのクンダリーニ覚醒みたいな、背中のですね尾骨のところから気がわーっとこう上っていって、頭のところからこう出ていく感じだったりとか、あと、まあ、これ悟りっていうのがちょっと分かんないんですけど、スピリチュアルの言葉で言うとワンネス体験ですね。あ、本当に自分と宇宙の境目ってないんだな、自分と宇宙ってこう一体なんだなっていうのがですね本当にこう分かったりとか、そういう経験もですねたくさんしてきたので、しっかりなんていうんですかね、ロマンの部分も残されておりますので、スピリチュアルな世界ちょっと好きっていうですね興味がある人もですねしっかり満足していただけると思います。でそしたら早速ですね、まあ、この現代気候のベースになっている認知科学って何ぞやってところをですね、解説していこうと思います。認知科学をまあベースに考えているんですけども、たった一つの言葉をですね理解していただければ、もう認知科学のですね9割が分かったって言っても過言ではないわけですね。でじゃあそれ何なのかって言った時に、内部表現っていう言葉を覚えてほしいんですよ。内部表現でこれどういうですね、まあ、意味の言葉なのかというと、僕らってその今、まあ、動画例えば見てたりとかするじゃないですか。画面見てると画面からこう光が入ってきて、で網膜に電磁波が届いて、そうすると網膜の神経がですね発火して電気信号に変わって、それをですね脳が受け取って、あ、今こういう光飛び込んできたなっていう風に、まあ、脳がこう解釈するわけですね。でもそうするとですね、よくよくその僕らが今考えている世界とかそういうものをですね突き詰めて考えると、それって全部自分の内部の中で生み出されているよねと、要は脳みそと心が、そういう風に認識しているだけだよねっていうことが分かってきたわけですね。そうすると僕らはですね、まあ、現実世界に生きているような気がしているんだけれども、全部自分のですね脳と心の中で表現とか展開されている世界の中に生きていますよということが、まあ、分かってきたわけですね。でそういうふうに、まあ、自分の心の中で感じている世界だったりとかリアリティとかのことを内部表現というふうに、呼ぶんですね。でこれがですね、まあ、認知科学の根本的なこう概念で、世界観をですね、まあ、表現している言葉になります。なので、まあ、この内部表現という言葉を覚えて、で今僕らがですね認識している世界っていうのは全部脳と心が生み出しているんだっていうことを理解していただければ、認知科学も理解したし、まあ、気候の真髄も理解したと言っても過言ではないわけですね。このですね認知科学っていう学問自体はですね1980年代ぐらいから生まれてきた学問なんですけれども、でこの内部表現っていう考え方はマジやべえと、マジパネースクールですねっていうことで感銘を受けてですね作られた映画が、マトリックスなんですね。
まあこれちょっとあのネタバレになっちゃうんですけれども、主人公は最初、まあ僕らが今生きているようなその現実世界でですね、プログラマーとしてこう働いているんですけれども、でも実はその生きている現実世界っていうのは全部バーチャルリアリティだったと。で、目覚めてみたら頭のここら辺にですね、脳幹のあたりになんか変なあのパイプみたいなのが こうガシャって刺さってて、で、そこからこう機械がですね、電気信号を送ってめちゃくちゃリアルな夢を見せていた。で、まあそこからこう目覚めたっていうところから、あのマトリックス映画3部作がですね、スタートしていくんですけれども、まあ僕らの現実世界もですね、この通りだということをですね、認知科学的に考えると。映画マトリックス見た人だったらわかると思うんですけど、まあ全然運動してなかった主人公が、いろんな格闘技とか武術のですね、プログラムをこうインストールしたら、一気にその格闘技がこう使えるようになったりとか、まあそのバーチャルな、世界、電脳世界みたいなものをこうねじ曲げて、例えばこうビルからこう飛び降りるんだけれども、なんかバウンドさせて、なんかこう助かったみたいなことができたりとか、そういうことがなんかこうできるシーンがあるんですね。で、僕らも実は今生きてる世界っていうのはバーチャルリアリティなので、そういうことが可能ですよっていうのが認知科学機構の世界観になるということですね。この動画で、機構のですね、機構技術の伝授っていうのをやっていくんですけど、もうそれはまさにですね、あなたの脳と心に機構に関するプログラムを、お渡ししますよっていうことなんですね。そうするとスマホにアプリインストールして、もうその場でこうポチって使えるように、まあその場でインストール受けたことによって、機構わかんないけど聞いて出せるように感じれるようになったっていう風に一気にこう使えるようになるんですね。なのでなんか最初の方に現代機構ってこう100倍ぐらいのスピードで上達しますって話したんですけども、それはですね、その今言ったインストールってものがまあできるからっていうことですね。機構技術の伝授、インストールっていうのは明示的に後で時間を設けてやっていくんですけど、まあこの動画を通じてもですね、そういうこう非言語の書き換え、機構によるこうデータの書き換えっていうものをこう行っているので、なので見ていただければヒーリング効果ありますよっていうのも、そういうちゃんとこうメカニズムが働いているってことですね。機構って結構こう不思議な現象が多くて、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、例えば気の正体って昔はなんか赤外線とか電磁波なんじゃないかって言われてたんですけど、でもそれは嘘だっていうことは分かってるんですよ。で、なんでかっていうと、僕遠隔ヒーリングとかもできるんで知ってることなんですけれども、遠隔ヒーリングとか気候ってめちゃくちゃこう離れた人のところにも届けることができるんですね。僕実際にオーストラリアの方だったりとか、イギリスの方、ロンドンにいた方にですね、遠隔ヒーリングやったことあるんですけれども、タイムラグなくですね、まあこの時間にやりますよとかって言っておいて、もうすごい聞きましたってこう言ってたで、これが高い感じがするから手から出てる赤外線が正体だとかっていう人いるんですけれども、でも赤外線って要はあのストーブがあったかいのと一緒なわけですよ。じゃあここで日本でストーブつけてロンドンあったまりますかっていう話なんですね。いや、もちろんその太陽みたいにでっかいストーブ用意したらもうめちゃくちゃ熱ってなってロンドンあの消し炭みたいに変えることはできるかもしれないですけど、でも人間がそこまでの熱量を発することっていうのはもう物理的に不可能なわけですね。カロリー足りてないんで。なので気候っていうのはまあ物理的なエネルギーだっていう風に昔は考えられてたんですけど、それは違いますよと。じゃあなんで、そういうこうロンドンとか遠くにこう届くのか、タイムラグなしで届くのか、物理空間の制約を超えてこう届くのかっていうと、全部脳と心が生み出してる幻だからということですね。で、バーチャルリアリティがあって、そのバーチャルリアリティに介入してるから結果が起きるってことですね。なのでゲームとかでそのチートってあるじゃないですか。そのプログラムをこうなんか操って、まあバグとかを作ったりとか、すごいこうステータスをこう強化して、なんかあのゲームを一気に攻略したりとかっていうような、そういうハッキングして有利に進めることをチートっていう風に呼ぶんですけど、まあズルですね。で、機構っていうのも現実世界にまあそういう風に介入していくので、チートみたいなものだっていうことですね。機構をですね、まあやったり受けたりとかすると、なんか手で気を感じてこうピリピリするとか、あったかいっていう感じになったりとか、あとは光がこういう風になんかでパッとこう見えたりとかっていうのもあるんですけど、まあそれも本当になんか物理的にこう光が飛んできているとか、なんかあったかい熱源があるっていうわけじゃなくて、まあ脳と心がそういうふうに、錯覚というかですね、誤解を起こしているっていうことですね。まあ脳っていうのは、本当に目の前にあるものがですね、物理的な存在なのか、ただすごいリアルな情報をこう与えられているかどうかの区別がつかないっていうことが分かってるんですよ。というよりは認知科学以降の世界では現実世界についての定義がこう変わってしまったわけなんですね。まあこの内部表現っていうことがこう分かってから、リアルなもの、その物理的な現実っていうものはなんか確固たる現実世界があるんじゃなくて、一番リアルなものが現実世界ですよ
っていう風に定義が変わっちゃったんですね。なのでうちではこれをこうリアルなものがリアルっていう風に呼んだりしてるんですけれども、まあ、現実世界っていうのは確固たるなんか物理的なこういうもので成り立ってるんではなくて、一人一人の脳が作り出した悪く言えばというかですね、刺激的な言い方をすれば妄想だっていうことですね。なのでそのですね、脳の何がこうリアルに感じているとか、どういうところにこう認識が強く働いているかっていうところを書き換えてですね、コントロールしてあげれば、まあ、現実世界も思いのままになるし、自分の体とかって物理的に思えているものもやっぱり情報でできているので、なんかそのパラメータをですね、いじってあげれば勝手に変わってしまうっていうことですね。で、僕美容機構でですね、クライアントさんのこう鼻高くしたりとか小顔にしたりとかっていうのはできるんですけど、コルギとかエステみたいに顔とかにこう触れてこうマッサージとかして筋肉か骨整えてるってわけじゃないんですよ。で、本当にこう気を流して、例えば鼻に関する情報を書き換えて、もうちょっと高くなりなさいっていう情報を書き込んだりとか、まあ、小顔になりなさいっていう情報を書き込んでるので、そうすると内部表現が書き換わって、体が変わってるっていう風になってるんですね。なので体みたいなその変わんないって思ってるものもやっぱりこう情報でできているので変わっちゃうんですね。なので、まあ、気候っていうのはそれでこうすごいことができるよってことですね。顔をですね、変えることができるくらいなので、当然ですね、その脳とかに働きかけて頭の回転をこう速くしたりとかですね、情報処理能力高めたりとか IQ 高めたりとかってこともできるわけです。まああとは金運っていう言い方が正しいかどうかはですね、ちょっとわかんないんですけども、お金がちゃんとこう稼げるようなですね、プログラムをですね、脳にこうインストールしてあげればお金稼げるようになるし、恋愛とか対人関係でなんか苦手意識があるっていう人は、その苦手意識のプログラムをこうデバッグして取り除いてあげて、で正しいプログラミングにですね、まあ、元に戻してあげればちゃんとこう結果が出るようになるので、恋愛も金運も仕事もですね、まあ、全部気候で解決することができるわけですね。で、まあ、これですね、全部が内部表現でこう心が生み出しているっていう世界観は、あえて宗教の言い方をするのであれば、仏教のですね、由意識っていうやつですね。有意識ですね、ただ認識があるだけっていうことなので、まあ脳と心が生み出した認識があるだけっていうので、非常にこの仏教の考え方と、まあ、認知科学に基づいた気候の考え方はですね、相性がいいんですね。これはちなみにただの豆知識です。で、うちでやってるですね、認知科学機構、まあ覚えてほしいのはこの内部表現っていう言葉と、あともう一個だけですね、丸暗記してほしい言葉があるので、それだけちょっと覚えといてください。で、うちでやってるですね、気候の定義っていうものがありまして、で、それが共感覚による内部表現の書き換えと、これがうちでやってる気候の定義になります。これがですね、もうまるっと暗記してほしいので、口の中で何回もですね、もう共感覚による内部表現の書き換え、共感覚による内部表現の書き換え、共感覚による内部表現の書き換えって、もう何回もつぶやいてですね、もう周りの人がドン引きするくらいつぶやいて、頭に叩き込んでおいてください。それこそもう叩き込んでタトゥーに入れてもいいぐらいなので、叩き込んで、いただければなと思います。で、まあ内部表現ってのは今説明した僕らが認識している世界のことですよと、まあ脳と心の中にこう僕らは生きてますよ、内部表現の中に生きてますよっていうのが今説明した考え方ですね。で、書き換えっていうのは、まあその通り書き換える、プログラミングし直すっていうことですね。じゃあ共感覚って何なのっていう話になるんですけれども、共感覚って例えばその音を聞いた時に光がこう見えるみたいなのとか、なんか幾何学模様が見えるとか、あとはなんか数字を思い浮かべた時にこう色味を感じるとかっていうような、なんかある感覚とある感覚がこう混じり合ってる感覚が共感覚っていうんですね。で、普通は五感と五感が重なっていることを共感覚って言うんですけど、うちでの共感覚は情報と五感が重なってる状態というふうにですね、理解しておいてください。どういうことかっていうと、この世界は全部こうバーチャルリアリティでできていて、大元はこう情報なんだって話を、まあ、さっきしたわけなんですけども、でも情報って当たり前っちゃ当たり前なんですけど、情報なので直接こう触ることはできないわけですよ。その情報空間にアクセスすることはできないわけですね。でも情報空間を五感に変換して感じ取ることができて、で例えば気を感じるとか手でピリピリした感じがするっていうのは、何かしらのその情報処理を触覚に変換して行っている状態なんですね。あとはこうチャクラが光ってるのが見えたとか、オーラが光ってるのが見えたとかっていうのは、これは情報を光なので視覚にこう変換しているっていうことですね。僕一時ですね、すっごいなんか人とこう話している時にオーラっていうのかよくわかんないんですけど、相手の頭に
漫画の吹き出しみたいなのが浮かんでるのがですね、そこ一時期すごいこう見えてる時期があって、機嫌いい時にこう話してるとなんかオレンジ色の光とかすごくポワーンってなんか浮かんでて、あ、今この人なんかすっごい機嫌いいんだなって分かったりとか、相手がすっごい真剣なあの話してる時に青い光があの浮かんでるのがこう見えたりしてたんですね。でそれはまあ相手のこう心の状態、楽しいとか真剣とかっていうような、心の状態の情報を、視覚的にこう処理して、まあ、捉えてたっていうことですね。あとはヒーリングとかしていてですね、例えばお腹とかがちょっとコンディション悪いな、内臓荒れてるなっていう人はなんかそこがちょっとこうもやっと見えたりとかするんですけれども、まあ、それはなんか体の健康状態っていう情報を視覚的にこう捉えているっていうことですね。でなんかヒーリングとかこうしてあげて、いわゆるこう邪気みたいなの取ってあげると、なんかお腹がこう光って輝いてるように見えたりするんですけど、そういう風に相手のその体の情報っていうのを視覚で捉えてるっていうことですね。あとは自分にこう気流したりとかするとあったかい感じがするとかっていうのは、まあそれは触覚に変換してるのかなっていうところですね。等感覚とかで言うと、耳鳴りが聞こえてる時っていうのはそのハイヤーセルフが教えてくれるんだみたいな言い方をあのスピリチュアル業界とかでは結構することが多いんですけど、まあそれもうちの文脈で言うと、瞑想中にですね、まあ音が聞こえるっていうのは自分のその無意識の声みたいなものをですね、情報の声っていうのを共感覚で、聴覚でこう捉えているっていうのがうちでの解釈に、なるということですね。人の頭に吹き出しみたいなの見えるとか、なんかいろいろ感じれる聞こえるとかっていうと、やっぱイメージ力必要じゃんって思うかもしれないんですけれども、これはでもロジカルな訓練をやってた結果身についたものなので全然なくても大丈夫です。で逆にそういうイメージとかにとらわれちゃうと理論が入っていかないで逆に成長できなくなっちゃうんで、あくまでもこう結果的についてくるもの、そこにフォーカスするんじゃなくて大事なのはこのロジックってことを押さえておいてください。もうみんなですね、神秘的な話大好き、ふわふわ妄想ちゃんばっかりなんで、もうせっかく大事なこと言ってるのに、いや早くもっと神の声聞きたいんですみたいなやばい方向になっちゃうんですよ本当に。いやそういうことをお前言ってるからお前全然聞こう使えないんだっていう風にですね、もう何回言いかけたかっていう感じなんですけど、こうセミナー中にですね。なのであのちゃんとこうロジックのところ学んでほしいなと思ってます。まあ今ポロッとですねあの本音言っちゃったんですけど、もちろんですねこの動画見てるあなたはちゃんとですね理論大事なんだと、もう斉藤の言ってることは本当いいこと言ってるなっていう風にもう 100% 共感してくれてると思うので、あなたをですねディスってるわけではないんですけど、もうその他大勢のですね999人のふわふわちゃんはちゃんと人の話聞けということですね。というわけでイメージとかはいらないんで、ちゃんと身につくんで、ワークしていきましょう。気候でそのイメージはいらないと、でじゃあ理論分かった上でワークやるときに何が必要なのかっていうと、観察力が必要になってくるんですね。観察力を磨くこと、気はですね情報と五感のこう共感覚とかって言ってるんですけれども、でも人間っていつもその脳と心の中でこう情報処理をしているわけですね。で情報処理が起きているっていうことは、それはいつもですね体にまあ気が流れている、まあ、生命現象として当たり前なんですよ。気が流れているってことなので、なんかこう気っていうのはすごいこう特別なものじゃなくて、もともと要は僕らの体の中にこう流れているものなんですよね。あとはそれをちゃんとこう訓練して使えるようになってるかなってないかってだけの話なわけです。でじゃあどういう風に訓練すると使えるようになるかっていうと、まずは観察力を磨いて自分の体の中にこう気が流れているとか、あとは気が流れた時に体と心がどういう反応するかなっていうのを認識できるようになることが大事なんですね。観察力高まってくると、自分の気の流れとか運気のリズムみたいなの捉えて、あこっちの方向行けばなんかいいこと起きるなとか、あの人生の選択の時この決断すればいいんだなとかっていうのも分かるようになってきたりします。それをなんかパッと客観的に見た時に、あの賢いとか IQ 高いとか容量がいいとか運がいいとかって言われたりするんですけど、観察力が高いのでなんかちゃんと分かってるんですよ。ちゃんと根拠はあるんですね。ただまあ周りの人に言っても伝わらないので適当にスルーしてるっていうだけですね。で、観察力伸びてくると、まあ気も分かるし、こっちの方行けばなんかお金稼げるなとか、あとは異性からの好意のサインとか、その無意識からこう出てるなんかこうフェロモンというかですね、なんか好意みたいなのとかもなんか分かるようになるので、そうすると対人関係とかもうまくいくようになるっていうことですよね。僕いろいろ共感覚で見えてですね、あんま見えすぎると疲れちゃうんで、仕事の時は見えるようにして、それ以外の時はまああんまりこう見ないように、あの感覚を閉じてというかコントロールして、あのスイッチ切るようにしてるんですけど、一時期めっちゃ見えてた時は友達とか男女で 5,6 人とかでこうご飯とか食べてて、この子この男の人は好きなんだなみたいなのが分かるんですよ。でなんで分かるかっていうと、女の人の胸からオーラというかモヤみたいなのがこう出てて、で男の胸の人にこうスポッと入ってるんですね。
なので女の人がその胸がときめいてて、で相手にこう届けたいって思ってるから、あの胸から出てるこう気が届いてるんですよ。でなんかそういうの見ながら、はあ、この子あいつのこと好きなんだなみたいなのがこう見えたりするんですね。で観察力養っていくと、なんかそういうのも分かったりします。まあでも見てると疲れちゃうのと、まああとは感覚的なものってやっぱ間違うこともあるので、感覚に頼りすぎると変な判断しちゃうこともあるんで、例えば風邪ひいた時とかって感覚鈍るじゃないですか。なので一応こう論理というかロジックも大事なので、あんま見すぎないように今はしてるんですけれど、まあそういうのもちゃんとできるようになっていきます。なので観察力身につけていきましょう。で観察力ですね、身につけるのに、おすすめなですね、ワーク、まずは、紹介していきます。ちょっとこうダイレクトに気候のワークやる前に観察力ですね磨いていきましょう。でおすすめなのがヴィッパサナーっていうですね、知ってる人も多いかもしれないです。これ上座部仏教の、有名なワークですね。ヴィッパサナー瞑想ですね。これですね、どういうワークかというとですね、自分の体の動きを観察して、それをですね言語化していく、ワークに、なります。例えばですね、まあ動作なんでもいいんですけど、気功では歩行禅と呼ぶことが多いんですけれども、もうその名の通り歩くのを観察することが多いんですね。でどういうことかっていうと、例えばですね、まあ普通にこう歩くじゃないですか。でこうやって歩いた時に右足のかかとが今地面についた、で右足のつま先が地面についた、で左足のかかとが離れた、左足のつま先が離れた、で左足のかかとがついた、左足のつま先がついたっていう風にですね、自分の足の裏をですねテーマにして、でどういう状況になっているのかっていうのを一つ一つこう言語化していくワークなんですね。歩くことって普段無意識にこう行っているわけじゃないですか。気の流れとかも結局無意識がやってることなので、無意識にやってることを一個一個感じて意識に上げるようにすると、なんか観察力がこう養われて、他のこともこう分かるようになってくるんですね。まあ自分の動作に集中してるんですけれども、体の動きが分かると気の動きも分かるようになるし、気の動きが分かるようになると心の動きも分かるようになるんですね。例えばなんかこう無意識にこう緊張するような場面の時とかって、緊張してることにもう気がつかないって、もう体にこう力が入って肩上がったりとかしてるんですけども、でも今自分の体がどういう状況になってるかなっていうのが分かるようになると、あ、今肩が上がってる、じゃあ肩を下ろそうとかっていう風に書き換えることができるんですね。そうすると緊張を例えば取り除いてリラックスするとかっていうのもできるようになるわけです。なのでこの観察力磨くっていうワークで、歩行禅ですね、めちゃくちゃ、おすすめです。で今は歩くのをこうテーマにかかとついた、つま先ついたっていう風に例に出したんですけど、まあ日常生活だったらこう何でもですね、これトレーニングのテーマになります。例えば皿洗いとかこうしてる時にですね、皿を掴んだ、で移し替えた、スポンジを取った、皿をこすったとかっていう風にやってみたりとか、まあ仕事中とかにですねパソコンを開いた、インターネットをこうクリックしたとか、スマホいじってる時になんかツイッターを開いたとか、親指を右に動かしたとかっていう風に、もうありとあらゆるテーマがですね歩行禅のトレーニングに、応用可能ということですね。でじゃあ1日の中でどれくらいやるのかと言った時に、まあ、僕はこの歩行禅やること自体が一種のこう仕事みたいなところがあるんで、もう24時間なるべく気がついたら歩行禅やるようにしてるんですけれども、やっぱこれやるのって結構時間かかるんですよ。例えば歩くのももうスタスタ歩くわけにはいかないので、すごいゆっくりにやる、なんかかかとついた、で今度左足ついたっていう風にざっくり観察するだけでも結構時間かかっちゃうんで、まあ1日ですね5分くらいやれたら、上等だとこういう感じですね。で5分できたらこれ結構観察力も集中力も身につくんで、本当にやってみてください。で、5分やってみると分かるんですけど、まず、やる前に飽きます。5分しっかり続ける前に飽きます。飽きるのと、例えば足の裏をテーマにしてるのに、なんか人から呼ばれてふってそっちの方に意識が飛んじゃったりとか、あ、そういえば明日のあれどうしようみたいな感じで、歩くことがテーマになってるのに一気に心がもう離れて未来とか過去に行っちゃったりとかするんですね。5分間、今この瞬間、今ここに集中するのって結構大変なので、まあやってみてください。そうするとすごい観察力身について、気功とかもやりやすくなります。であとですね、このヴィパッサナー、まあ歩行禅の応用としてですね、自分の呼吸を観察するとかっていうのもおすすめですね。まあ呼吸するとき別に深呼吸とか腹式呼吸じゃなきゃいけないとかっていう、そういうルールはないんですけれども、やってみるとですね、例えばなんか息吸ったときに体のこう前の方に空気が入ってるなっていうのは誰でも観察できると思います。でもよくよくです
ですね、自分の胸の動きとかお腹の動きを見ていくと、この脇の方ですね、まあ、肺って当然あの前後左右上下もありますから、あ、なんか縦にもこう例えば胸胸郭伸び縮みするし、後ろの方にも空気入っていくんだなとか、ただお腹前の方だけじゃなくて結構背中の方の筋肉とかも広がったりするんだなとか、逆になんか右の方はよく入るけど左の方詰まってるなとかっていうのが分かるようになるんですね。で、体のどこにどれぐらいこう息が入って、あとどういう場所が詰まってるのかっていうのが分かるようになると、これもですね、気功がめちゃくちゃ上手くなるんですよ。で、体が詰まってるところって無意識にこう緊張しているところで、それは気功の文脈で言うと気の流れが滞っているところなんですね。で、気功が上手い人ほどそういう自分の体にある細かいその滞りっていうのをめちゃくちゃ詳細にこう把握してるんですよ。で、それだけ細かいところにある気の滞りが分かって、それをまあ取り除くことができるから、いつも全身にこう気が満ちてて、まあ、自分が持ってる潜在能力を全部こう発揮できてる状態になるわけですね。なので上手い人ほど今言った呼吸のですね、その観察力っていうのは非常に高いわけです。で、逆に初心者ほどなんか体が詰まってるのかどうかすら分かんない、あとは息吸って見た時に物理的に確かにお腹動いたり縮んだりしてるのは分かるけど、自分の感覚に直した時にそれがどういう感覚なのか分からないっていう人が多いんですね。なので、まあ、呼吸も1分間みたいな時間で決めてもいいし、10回20回みたいな回数で決めてもいいので、どういう動きしているのかとか、どこから先に息が入っていくのかとか、そういう風にですね、テーマを決めて呼吸も観察してみてください。で、まあ、ヴィパッサナーやって呼吸観察してですね、今度はですね、結構気功っぽい、瞑想のワークを紹介します。スポットライト瞑想っていうものをですね、紹介するんですけれども、で、これはですね、文字通り体にですね、こうスポットライトを当てていって、スポットライトを当てた位置をですね、感じ取るっていうワークになります。意識を体の部位にですね、置いてこう動かしていくワークなんですけど、意識ってこうスポットライトみたいなものだってよく言われるんですね。今意識していて、なんかこうスポットライトを照らしているところが意識で、それ以外が無意識っていう風に認知科学では言われてるんですね。こういう風にブラックボックスがあって、この当たっているところが意識ですよっていう考え方ですね。だからなんかこの動画見てて、もうマジ斉藤が言ってることはいいこと言ってるなとか、まあわけわからんとかっていう風にですね、動画でこの声とかにフォーカスしてる人はその音声のところに意識があって、それ以外の例えば座って見てるとして、なんかお尻のこう感触とか足の感触とか鼻の頭の感触とかっていうのは無意識なわけですね。でも今なんか鼻の頭が気になるとかって僕が言うと、なんか鼻の頭なんかだんだん気になってこうムズムズし始めたりするわけで、これはスポットライトが動いたって状態ですね。で、意識をですね、スポットライトのようにまあ動かしていくんですけれども、最初は体の末端からやった方が分かりやすいです。体幹って普段あんまりこう細かく動かすことがないんで、意識するの結構難しいんですよね。例えば肋骨の7本目、右の7本目意識してくださいとかって言われてもわけわかんないじゃないですか。肋骨って全部で12個あるんで、7本目だと結構下の方にあるんですけど、それなんかわかんないですよね。でも右手の小指曲げてくださいとかっていうのは、まあ意識してくださいっていうのはこれ誰でもできると思うので、なので普段使う、よく動かすところからやっていくのがおすすめです。で、今ですね、ちょっとお題を僕が振っていくので、そこに意識を集めてみてください。まあ体のその部位を感じてみてください。で、まずはですね、右の足首ですね、右のまあつま先とか、足の部分を意識していきましょう。右のつま先を感じていきます。で、これなんか感じると思うと、ついついこう意識すると思うと見る人いるんですけど、見なくても大丈夫です。目閉じた状態で、右のつま先ですね、右のつま先を感じる。で、右のつま先を感じると思って足をですね、感じてみると、足の温かさが分かったりとか、まあ、緊張してたらなんかこう緊張してるなっていうのが感じられると思います。で、あとですね、足のつま先をこう感じると思ってしばらくぼーっと感じてると、なんかだんだんですね、そこが血流が集まって温かくなっていったりとか、それに合わせてなんかじわじわした感じ、なんかそれこそこう気が集まってくる感じとかがですね、出てくるんですね。まあ、意識した場所にですね、そのエネルギー感ってこう集まるので、体の感覚ってこう集まってくるので、そういうのをちょっと味わってみてください。で、なんか足ムズムズしたなとか、あったかくなったなっていうのが分かったら、今度は右のすねの真ん中のあたり意識してみてください。なんかそこをこうスポットライトでこう照らすようなイメージですね。で、そうするとなんかつま先とかにあった温かさとかエネルギー感みたいなのが、なんかだんだんこう
あのすねのあたりにですね移動してくるのがあの分かると思います。まあ一瞬でこうつま先からすねにパッてエネルギー感が移る人もいれば、なんかじわじわこう体のラインを通って感じる人もいると思うんですけど、まあそれはあの全然どっちでも大丈夫です。で大体ですねすね感じたなと思ったら今度は右の膝ですね、右の膝を意識する、なんか右の膝がどうなってるのかな、温かさとか緊張の度合いとか形はどんな感じなのかなっていうのを自分の体の感覚で皮膚感覚で感じ取ってみる。でそうすると膝がの気の流れが変わってくるので膝の感触も変わってくるのが分かると思います。で今はまあ動画の尺の都合で結構駆け足でやったんですけども、まあ、1つの部位を10秒20秒とかですね結構ゆっくりめにこう観察してみてください。で今、つま先、すね、膝ってやったんですけど、例えば今度は太ももってやって股関節ってやって、でここまで来たら今度反対の、左のつま先、左のすね、膝、太もも、股関節ってやっていきます。で、今度はですね、今度手の末端ですね、まあ、手のひら、手首、まあ、腕、肘、二の腕のあたり、肩ですね。で反対の手のひらからスタートしていく。でまあなんか寝る前とかにですねちょっとやってみるとリラックスしてですね安眠の効果もありますし、自分のその気の動き方とかですね体のエネルギーの動き方とかを観察するですね練習にもなるので、気功の練習にもなるので、まあ寝てる時とかにですねちょっとやってみてください。今こういう風にですね体の末端に意識をして意識を動かして、まあそれに合わせて気が動いていくっていうのを感じ取っていったんですけど、これがですね体の体幹部分でできるようになると、例えば尾骨意識して気を集めて、で今度仙骨意識して気を集めて、まあ、腰椎意識して気を集めて、で胸の裏の胸椎意識して、首の頸椎意識して頭頂部で、今度額で鼻口喉、まあ、胸みぞおちへそとかっていう風にやっていくと、これ気功でいうところの小終点のワークになるわけですね。で気をその前後でつなげて、まあ、ぐるぐる回すことによって、自分のですね気をこう高めて、あの健康になるとかですね、まあ、才能開発するとかっていうワークがあるんですけど、そういう小終点とかもできるようになります。ただまあこのスポットライトで、意識当てていくには、自分の体をまずは観察するところから、スタートした方がいいので、まあ最初に観察力高めましょうっていうところで、当然ビパッサナのワークと呼吸観察してねっていうワークを紹介しました。で、あとですね、まあ、慣れてきたらスポットライトで意識を動かしていって体をモニターするっていうのをですね、紹介しました。でこれができたらですねもう気功もできたも同然なので、実際にですね今度は手からこう気を出したり手の気を感じるっていうワークもですねやっていきましょう。はい、でですねこれからですね実際にこう気を出す気を感じるワークやっていこうと思うんですけれども、その前にですね気功に関してのですね大事な考え方があるのでですねちょっとそれお伝えしていこうと思います。まあこれから言うことはですね認知科学にこう基づく気功っていうよりは伝統気功のですね、まあ、考え方、気功をやってる人だったらですね経験的に知ってることなんですけれども、これ分かってるとすごい気功上達するときにですね役に立つんで、覚えておいてください。で、意、気、血っていうですね、まあ、考え方があるんですね。意、至れば気、至る、気、至れば地、巡るとかっていうですね言い方することもあるんですけれども、まあ、どういうことかと言いますとですね、意識した場所に気が集まって、気が集まった場所に血が流れて物理的なこう体にヒーリングが起きますよっていうですね考え方なんですね。気功っていうとその気の方にこうフォーカスしがちなんですけれども、でも実際にですねその気を動かす大元っていうのは意識なので、体にですね気を流したいとか気をコントロールしたいと思ったら、意識をこう自由に動かして観察する力っていうのが大事になるってことなんですね。なので、まあ、観察力ってこ うるさく言ってたのでですね、一応こういうメカニズムというか、まあ、格言があるのでですね、それちょっと覚えておいてもらえればなと思います。そしたらですね、いよいよ気を出す、気を感じるですね、やっていきましょう。これからですね、ワークやっていくんですけれども、やっぱり大事なのはイメージ力ではなくて観察力ですね。ありのままに自分の体を観察するってことができないとですね、もうついついやっぱ邪念が入って、気を出せたらこうすごいんじゃないかとかっていう風に気の方にこうフォーカスしたりとか、神秘的なイメージとかの方にフォーカスすると、やっぱこう結果の出ないですね、もう妄想がある、妄想ボーイでですね、終わってしまうので、
もうとにかく観察力、あとは丁寧にプロセスを積み重ねること、まあロジックに従ってやっていくってことが大事になります。そしたらですね、気を出す気を感じるのワークやっていくんですけれども、認知科学機構のですね特徴である伝授っていうものをですね間にこうかませて、この動画を見てるあなたにですね機構をですねインストールしてからワークやっていこうと思います。まあそうするとですね確実に気を感じれるようになるので、まずは伝授していきましょう。伝授の時にですね受けてもらう時に伝授のポーズっていうのがあるので、ちょっとですねそのポーズを取っておいてください。どういうとポーズかと言いますとですね、まず手のひらこういう風に上に向けておいてほしいんですね。で上に向けた後にですね、僕は今これデモンストレーションでこう画面に映るようにやってるんですけども、リラックスが大事なのでパソコンとかで見ている方だったらこう手を机の上に置いたりとか、太ももの上のあたりとかにですねダランと置いて、で置いてからちょっと肩を動かしてこう力抜いてですねリラックスした状態で受けてください。でこの手のひら上向きにするっていうことと、あとですね目閉じて受けておいてほしいんですね。でなんで目閉じて受けておくのかっていうことなんですけど、まあ共感覚で気を感じるときに感じやすい部位っていうのがあって、一つはまあ手のひらですね、手のひらで感じやすい、なので手のひらをオープンにしておくっていうことと、あと共感覚が触覚タイプじゃなくて視覚タイプの人は光でこう見えたりすることがあるんですね。あとは額のところアジュナチャクラで感じやすいっていう人がいるんですね。目を開けていると物理的にやっぱり光が強すぎて共感覚で光ったとしても分かんない時があるんですよ。で、まあ、目閉じているとまぶたの光がこう滲んでいる中でですね伝授受けた時になんかパッと光るのが見えたりするので、まあ、光タイプの人はですね目閉じてた方が感じやすいので目閉じて受けるっていうことですね。でそしたらですね手のひら上にして、で実際にこう目閉じてですね受けてください。でそしたら気を出す気を感じる伝授していきます。はい、OK です。で、ちなみにですね、この動画のですね、この伝授のパートなんですけれども、繰り返し見ていただくとですね、重ね掛けしてですね、伝授何回も受けることができるので、まあ、この最初の1回の時はですね、伝授のポーズでまあ受けてほしいんですけれど、繰り返し見るときはですね、ちょっとどんな風にやってるのか見てみたいなっていう人は、全然目開けた状態で、見ていただいても大丈夫なので、繰り返しこの辺りとかもですね見てもらえればと思います。ちなみにですね、結構自分の体の観察力がこう高まっている人だと、この伝授受けた時にですね、なんか手のひらに温かい感じをしたりとか、手から気が入ってか圧力を感じたりとか、ピリピリ感感じたりとかですね、そういうこう感覚がある、いわゆる気の感覚、気感がある人はですね結構いると思います。感じる人は多いと思います。気ってでもあくまでももう共感覚で、結構物理的なこういうリアリティと比べたらですね、やっぱり淡いんですね、感覚が。なのでなんかこういうものとかみたいにものすごいリアルに感じなくても大丈夫、気のせいなのかなぐらいが正しいですね。そこからですね練習していくと、もちろん敏感になっていろいろ感じ取れるようになるんですけど、まあ最初の段階でですね、もうめちゃくちゃ分かりますとかっていう場合は、結構脳がアッパラパーになってる可能性が高いんでですね、リアルに感じなくても大丈夫ってことですね。気のせいかなぐらいで感じてたら、それが正解なので、その感覚を大事にしてください。繰り返しそのイメージ力がいらない、イメージ力がいらないってなんで言ってるかってことなんですけども、みんな期待値が多すぎて、気とはなんかこうに違いないみたいな変なバイアスとか思い込みが強すぎるんですよ。気を本当は感じる能力とかってあるのに、なんか自分で気はこういうものだって考えちゃってて、本当は使えてるはずなのになんか使えてないとかっていうこともたくさんあるんですね。で大体気候がうまくいかない時ってのは、みんな期待しすぎなので、なんか本当に淡い感覚なんだよっていうのはですね覚えておいてください。でそしたらですね、まずは手を作るワークっていうのを紹介していきます。まあ手で感じやすいので、そういうこう気を出せる手、気を感じれる手になりましょうというワークですね。でそしたらですね、手こういう風に重ねていただいて、下に下ろして楽にしていただいて大丈夫です。でそしたらですね、まず右の手のひらを感じていきます。右の手のひらの温かさを感じていきます。で右の手のひらの体温を感じていくと、さっきのですねスポットライト瞑想の時みたいに、温かさがですねだんだんこう集まってきたりとか、じわじわした感じとかですね、手のひらとか指先がこうちょっとしびれる、ピリピリするような感じっていうのが出てきます。でなんとなく右手がですねじんわりしてきたなと思ったら、今度は左手を意識してください。左の手のひらの温かさを感じるようにしてください。
の手のひらの体温ですね、左の手のひらの温かさを感じていくと、右手の方にですね集まっていた、ピリピリ感、まあ、気の感覚ですね、だんだん移動してですね左の方に動いていくと思います。でそしたらですね、もっと左の手のひら細かく感じていきましょう。手のひらの表面じゃなくて、まあ、手のひらの中だったりとか、手の甲のあたりがどういう感覚なのかなっていうのも味わっていきます。でそういう風にしてですね、手のひらのこう奥とかですね、まあ、手の甲のあたりまでですね感じるようにすると、もっとたくさん気が集まっていきます。ある程度ですね、右手に集まったこう気が移動して左の方にこう集中してきたなと思ったら、また右の方をですね感じていきましょう。右の手のひらを感じる。で手はですね、重ねたまま僕の手見ててほしいんですけど、今度右の手のひら感じるときにですね、手のひらを頭の中でこういうふうに4等分してほしいんですね。で4等分した中で、まあ、適当に番号をつけて1234みたいな感じでいいので、4等分してですね、もっと手のひらを細かく感じていきましょう。手のひらの人差し指、中指の付け根のあたりを感じて、でそこに意識を置いたらですね、今度は、小指薬指ラインのですね付け根のあたりに意識を置いて感じ取っていく。で今度は、手のひらの親指の付け根のところですね。で今度はその反対側もこう感じ取って、でこういうふうにして、体をですね細かく部位ごとに分けてですね意識していくと、より細かいところにですね気を巡らせることができるので、そうするとどんどんまた、気の出力っていうのが高まってきます。まあざっくり意識するよりですね、細かく一個一個確認していった方が気の通り道がですね開いていって、気が流れるようになる、そうするとたくさん気が出せるようになる。でここまでやって手のひら感じることで、手の感覚っていうのがですね磨かれていったので、そしたらですね実際に今度手を離してみましょう。手を離す時なんですけれども、結構大きめに感覚をこう取ってほしいんですね。結構こういう風にちっちゃく作って集中しちゃう人いるんですけど、この前かがみになって手がちっちゃくなってる状態って、意識がこうすごい閉じてて観察力がない悪い状態なんですね。これ悪い集中状態で、なんかこの悪い集中状態に入ってると、気候はですね上達できなくなっていきます。で気はですね、どっちかっていうとこう体がくつろいでてリラックスしてて、ちゃんと体の軸がまっすぐになって、視界がですね広い状態の方が気がたくさん出るんですね。なのでまあ手結構広めにこう幅取って構えてですね、脇とかもギュッと閉じてないで、ここにスペースがある状態で、まあ、これぐらいの幅取ってみてください。でそしたらですね、今度、右から左に伝えるっていう風に思ってから、ゆっくりですね手を動かしてみてください。こんな感じですね。で右から左に伝えるっていう風に思うと、まあ、実際に右から気が出てですね左の方に流れていきます。でそしたら今度ですね、左から右に伝えると思ってまた反対に送ってあげる。でそうするとなんか手の動きに合わせて感じ取ってる方のですね手のひらとか指先がこうピリピリしたりしてくると思います。これがまあ気を出したり感じてるっていう状態ですね。でこれ近いとなんか逆に感じにくくなるんで、結構遠い方が感じやすいです。あと手を動かすスピードなんですけど、あんまりこう速すぎるとなんか物理臨場感の方が強くなって共感覚が分かんなくなっちゃうので、かなりゆっくりがいいですね。イメージとしてはなんかお風呂の中にこう浸かってて、でゆっくりお風呂の水をこう動かすような感じですね。これがあんまりこう早いと水がこう弾けてこうバシャって動いちゃうじゃないですか。でそうするとバシャってやってると自分の手のひらもその水の感触って分かんないですよね。ですごい静かに波を作ってなんか水を動かすような感覚でいくと、手のひらが自然とこう水の抵抗を感じ取ろうとしますよね。そういう感覚で右から左とかっていう風に動かしてあげる、左から右っていう風にやってあげるといいですね。で慣れてきたら、いちいち言葉で頭の中で右から左とかって思わなくても、手を向けて流したい場所にちょっとこう動かすだけで勝手に気が出て流れるようになります。ただ最初は言語のアシストを入れてあげた方がいいですね。気候をですね、まあ、伝授して気に関するソフトウェアをですね、まあ、インストールしてあるような状態なんですけど、パソコンとかスマホだったらそのクリックとかタップしてアプリを起動するのが起動するその合図になるわけですね。
ね。で、人間の場合は言葉でこういう風にやるって思った時にこのプログラムがこう発火することがありますし、あとは動作をする、手をこういう風に広げてこういう動きをするってこの動作自体がある種の意図みたいな感じ、あの無意識へのメッセージみたいな感じになるので、まあ、気を出すと思ってこういう風に動かすだけでもですね、ちゃんと気は出てきます。ここまでできたら気功できたも当然というかですね、ほぼマスターしたようなものなんですね。で、あとは例えばですよ、これ今手のキラに向けてやったんですけども、これ手の距離が空いてるんで、もうこれ遠隔気功なわけですよ。もう物理空間のメカニズムをまあ通り越して伝わってるってことなので、で例えばですね、なんか内臓の調子整えたいなと思ったらお腹のあたりに手を向けて内臓にこう気を流すとかってやれば内臓に気が届きますし、でもっともっと体に関するですね、細かい知識とか感性を磨いて、例えば脊椎にですね中枢神経が流れてて、で中枢神経がまあ脳とつながっているので、脊椎の中にある神経に気を流す、気を通すとかって思うと神経と脳の働きが良くなって脳が覚醒する、まあ、脳のその眠ってた潜在意識とかをこう使えるようになったりするんですね。実際にはですね、なかなかこう神経とかの繊細で細かいところになっていくと、なんか流してるつもりでもちょっとこう上手に流れてなかったりとか、ターゲットがずれてて的から外れててですね、うまく流れなかったりとかっていう、そういうこう練習というか微調整は必要になるんですけど、でも本質的にはもう手から手に気を流せるだけで全身こう好きなところに流せる、あとはチャクラとかにも流せるようになるので、まあ、これができればですね、もうチャクラ開発、丹田開発、クンダリニ覚醒も全部できるようになったっていうことですね。なのでもう気を出す、気を感じるが、もうこの気功の奥義といっても過言ではないわけですね。で、そしたらですね、気を出せるようになったので今度は能力開発の方に入っていくんですけれども、能力開発とか神秘的な力をこう手に入れたいと思って時ほどですね、そういう能力とかにこう囚われちゃうと、なんかそれがですねバイアスとか思い込みとかを生んで、なんか逆にその能力とかをこう獲得するところから遠ざけてしまうっていうですね働きがあるんですね。もうこれはもう気功とかだけじゃなくて、もう世の中全部そうなってるわけですよ。もうモテたいモテたいって思ってるほど、なんかもうガツガツしてるとかって言って女の子にこう避けられちゃったりとか、もう金が欲しくてしょうがないっていう人ほどお金が逃げていくとかっていうですね、もう世の中はすべからくそういう風にできてるわけですね。なので、一番大事なのはやっぱり本質に立ち返って、一番ですね根本的なところを理解して、でそこをですね淡々と掘り下げていくことなんですね。そうすると結果っていうのはですね、本当にもう結果的に後からちゃんと確実についてくるんで、じゃあ気功に関しての本質ってどこなのかと、まあそういう能力開発とかに関してはですね、本質ってどこなのかっていうと、これはですね体をとにかく作ることなんですね。身体をとにかく練っていくっていうのがめちゃくちゃ大事になります。体ですね。で、なんで身体なのかっていうと、結局ですね、僕らの体の中にですね、体っていうのは細胞でできてて、で細胞の中にこう DNA があってですね、で DNA の働きで人間っていうのはいろんなものがこう決まってくるわけですね。あとは、体の中にですね無数の細かい神経があって、でその神経と脳がつながって、まあ、脳が意識を作り出しているわけですね。でこの体の無意識、眠ってる力を発揮しようと思ったら、やっぱり体を開発して DNA とか神経とかを通じして脳をですね鍛えてあげる必要があるんですね。で実際にこれ気功じゃないんですけど、運動を毎日定期的にやることで脳の神経回路がですねしっかりこう成長して、運動することで何歳からでもですね脳は成長するってことが分かっているので、それだけも体を鍛えるってことは大事なんですよ。これですね結構気功あるあるなんですけれども、やっぱヒーリングとかに結構興味ある人ってこうふわふわしてる人多いんですよ。でそういうふわふわしてる人ってやっぱりなんか頭の中のこう妄想の世界に住んでて、ある意味でこうふわふわしたって地に足がついてないんですね。で実際にその気功とかで結果が出てる人ってやっぱふわふわしてないで、体がすごいできててしっかりしてるんですよ。なのでもう体作るのめちゃくちゃおすすめですね。気功上手くなりたいと思ったら体作るだけで全部うまくいきます。もう体に全部詰まってると思ってください。で気をたくさん出してこうすごい力身につけたいと思った時に、もうね気が弱い状態っていうのは本当にですね気が弱い状態なんですね。まあ、これ例えば性格とかでその気が弱いとかってよく言ったりするじゃないですか。で気が弱い状態って体が閉じてて全身の気がなんかこう溢れてない状態の人が本当に気が弱いんですね。なので体をこう開いていって気が強い状態、まあ、気に満ちている状態にしてあげると、性格とかもですねこう変わっていって、考え方とかも自然とこう前向きになるし、で考え方とかがですね前向きになっていくと運気っていうのも変わっていくんですね。なので気が弱い状態は本当に気が弱いので、もう
これはなしにして、まず体をしっかり作っていくってことですね。あとですね、まあこれはなんか余談というかですね、対人関係とかで結構悩みやすい人ってやっぱりこう人から舐められやすい傾向が結構あるんですよ。でそれはなんかその人が優しくていい人だからっていうのもあるんですけど、これもやっぱ気の弱さっていうのがですね関連してるんですね。で人間って結局やっぱ動物で群れをなす動物なんですよ。で群れをなす動物っていうのは相手のその力関係とかをその間違えて捉えてしまうとすごいトラブルになって、要はめちゃくちゃ相手が強いのになんかこう喧嘩売って返り討ちにされてボコボコにされましたみたいな風になるともう死ぬかもしれないので、コミュニティから追放されたら死ぬことと変わんないですから、原始的には。そういうところで人間っていうのは進化してきているので、相手の力量を無意識に見抜くような能力がすごい発達しているんですね。で人間って相手の気がどれぐらい強いか、要は体がどれぐらいできててどれぐらい気が満ちてるかっていうので相手のレベル感っていうのを測るようにできてるんですよ。だからどれだけこう賢かったりとか性格が良かったりとか学歴が高かったりとかしても、やっぱり体に気が満ちてなくてもう弱くてヘロヘロの状態だと、もう相手にもうすっごい舐められちゃうんですよ。いろんな人にこう舐められちゃって、もうなんかペロ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 ですね、もうなんかちょっといじられたりとかしてですね、もう舐められてしまうわけですよ。で人間関係とかでなので損しやすい人ってやっぱりこう気が弱いんで、こうそういう面でもやっぱ気はですねしっかりこう強くしてほしいなと思っています。なので、いや確かにちょっと俺人間関係で損するわと、気がついたらいろんなところでもペロペロされて舐められまくってるって人はですね、ぜひもう体鍛えていただきたいと思っています。で体に気が満ちてですね強くなると、なんかちょっとのストレスとかはなんか気になんなくなっていくので、自分の体と心が安定した状態になると、なんか運気が高まっていいこととかもたくさん寄ってくるようになるんですね。だからなんか運気とかをこう高めたいっていう人ほど、なんかまあ神頼み的なものに頼りがちなんですけど、もう実際やっぱ体にフォーカスするっていうのが一番大事になります。というわけでですね、もう脳みそまで全部筋肉にしてやるんだぐらいの勢いで、もう体をですね気候的に練っていきましょう。この気を出す感じるのワークをやって、全身にですね気を巡らして、体を作る方法もあるんですけど、僕がですねめちゃくちゃおすすめしているですね気候技術、セミナーとかスクールでですね有料で販売というか公開しているものがあるんで、もうそれをですね今回は特別にちょっと公開したいと思っています。で、それがですね気候技術ホースというものですね。まあ、なんでホースっていう名前なのかというと、気候のですね感覚でいうと、人間っていうのは宇宙からのですね記憶を取り入れて地球とかですね人同士とか生き物とかにこう伝えたりするような、なんかパイプとかホースとしての役目をですね持ってるっていうふうに言われているんですね。まあなんか天地神とかって言ったりするんですけれども、天からこう無限の気が降りてきてですね、それを人がこう取り入れてこの地球とか、まあ物理空間にこう広めていくっていう世界観ですね。これは伝統気候の世界観なんですけど、この伝統気候の世界観を認知科学気候風にですね作り直してインストールできるようにしたのがこの気候技術ホースというものですね。でまず伝授していくので、その後ですね使い方を説明していきます。でまた手のひらを上にして下ろして目閉じて伝授のポーズで受けてください。はい、OK です。で、気候にはですね、気の種類っていうのは3種類あるっていうふうに考えられていて、伝統気候の考え方だと、先天の気、後天の気、秘伝の気っていう3種類があるんですね。で、この先天の気っていうのは、生まれた時にお母さんからまあ分けてもらうというふうに考えられています。で、後天の気っていうのは、他の生き物から先天のこう気を取り入れるっていう考え方なんで、まあ、要は食べ物で補充するっていう考え方なんですね。で、この先天の気っていうのは、お母さんの体から受け継ぐ。で、後天の気っていうのは、食べ物から受け取るってことなので、これ、物理空間の気の発想なんですよ。まあ、物理空間を通して気を取り入れるっていう考え方ですね。で、物理的なものってやっぱり限界があって、すぐに枯渇してしまうというですねデメリットみたいなのがあるんですね。例えば無限の気を取り入れたいと思っても食べ物無限に食べることできないじゃないですか。で食べ物っていうのは消化するとかにもすごいコストがかかるし、食べ過ぎると逆に体の具合悪くなったりするので、なんかそこまでこうエネルギー効率が良くないんですね。でそれに対してこの秘伝の気っていうのは、無限の気をですね、まあ、宇宙はもともと気で満ちているので、でそれをですね取り入れてですね自分の体にこう巡らせるっていう考え方なので、物理的な制約
約がないんですね。まあより情報空間の高い抽象度のところに近いというですね、情報的なものなので、まあ、無限に取り入れることができると。ただ情報って言ってもですね、それだけだとかやっぱり漠然としているので、リアリティをこう高めるために、気候技術を使ったりワークをしていくといいということ。これはですね、どういうイメージかというと、ここら辺にガソリンスタンドの給油パイプみたいなのが垂れ下がってるんですよ、ブランっていう風に。で、まあこれは無限の気をこう供給できるホースみたいなものなんですね。で、それを、まあ、パントマイムの要領でですね、まあここに気のホースみたいなのがあると思って触って掴んで、で、それを自分の肩にガシャって入れていきます。で、この無限の気が出るホースをですね、自分の体の中にゆっくりこう通していって、指先までしっかりさすって、出していくっていうのがホースという技術ですね。まあ要は無限の気を掴んでですね、取り入れて体をさすっていくっていうワークですね。で、このイメージっぽい、まあちょっとこう気を掴んでみたいなワークの時にですね、本当に効果があるのかどうかを検証する必要があるわけですね。で、じゃあどういう風に効果検証するかっていった時に、体のですね、左右差を比べて、フィードバックを取る実験結果を検証するっていう方法がおすすめです。で、例えば肩にですね、肩からまあ腕にかけてこう気を導入していくのであれば、最初にですね、ゆっくり自分の肩をですね、まあ前回しだったり後ろ回しだったりして、感じ取って回していきます。で、この時もあんまりこう早く回したりとか細かく回すとですね、変化してるかどうか分かんないので、ゆっくりで最大の可動域で回すようにしてください。なんか一種の瞑想みたいな感じで、体をいつもモニターしながら、回していく。で、その後ですね、秘伝の気をこう掴んで自分の中に取り入れて、で、さすっていく。指先までしっかりさすっていくっていうのを、まあ、3回ぐらいですね、やっていきます。で、そういう風にしてですね、3回ぐらい、まあ3回から5回ぐらいさせると、多分この動画見てる人だったら分かると思うんですけど、僕の今のこっちの肩の方がさっきよりこう下がってると思うんですね。まあ、肩っていうのは緊張があるとこういう風に上がって、リラックスしてると下がるので、で、さすって気を流してあげるところの方が、まあ下がるわけですね。あとは回した時も、これはですね、主観的にはやっぱり今さすった左肩の方が、回しやすいわけですね。詰まりとかもないことがわかる。こういう感じで、必ずですね、体に変化が起きているかどうかで、フィードバックっていうのを確認していきます。必ずこう物理的に結果が出ているかどうかを確認するのが気候を上達するですね、ポイントになってきます。で、そしたらですね、今度反対の方もしっかりさすっていく。気を取り入れてさすっていく。気を掴んで入れて通していく。で、あとですね、このホース、まあ、体をさせるワークをやるときのポイントなんですけれども、例えば腕って結構デコボコしていて、さすりにくいんですよね。あと、表の方ばっかりさすりがちなんですけれども、この二の腕のラインがあったりとか、まあ、肘のですね、小指のラインがあったりとか、親指のラインがあったりとかして、なんか5回、6回ぐらいさすんないと、全部のところをまんべんなくさすることってできないんですよね。なので、いろんな方向からさすって、いろんなところにですね、しっかり秘伝の気を浸透させるようにしてください。で、これやると、腕すごいこう、軽くなったりとか肩楽になったりとかしていると思うんで、まずはですね、これで腕のですね、気の通り道を開いていくっていうのをやってみてください。で、僕ですね、このホースのワーク、駆け出しのですね、ヒーラーの頃ですね、だいぶもう前ですね、10年ぐらい前の頃、1日ですね、1万回やってみたことがありました。まあこれ1回やるだけでもすごい効果出るんで、いや、じゃあ1万回やったらやばいことになるんじゃないかなって思って、片方5000回ずつの、合計1万回だったと思うんですけど、やってみたで、そしたらですね、まあ、2000回とか1000回ぐらいやった時にですね、なんかなんでこんなことやってるんだろうみたいな感じで、なんかだんだん泣きたくなってったんですけど、まあそれでも根性でですね、5000回やったらですね、やっぱその5000回やってからすっごい気がたくさん出るようになってですね、で、あ、俺多分もうプロのヒーラーとして絶対やっていけるなっていう根拠のない自信みたいなのが手に入ったんですね。で、それをやっぱり1万回さすったことで、あの腕の気の通りが良くなれば全身の気の巡りも良くなるので、それでやっぱりこう体の体質がこう変わって、で、無意識レベルにですね、その、あ、俺気候ちゃんと使えるんだなっていうのが納得できたので、そういう自信が身についたんだなと思ってるんですね。なので、まあ時間がある人は、まあ、1日で1万回はやらなくてもいいんですけど、例えば1日100回50回50回ずつやって100日間3ヶ月ぐらいやってみるとかっていうのでワーク取り組んでみてください。で、これがですね、例えば、体のこう前の方とかですね、お腹の方をさすってあげる
まあ、秘伝の木のパイプみたいなのをこう取り入れてガシャッとお腹に入れてでさすってあげればですね、内臓のコンディションを整えたりとか、下丹田鍛えることができますし、胸とか脇ですね、この辺りをさせれば中丹田を鍛えることができます。まあ、顔周りはですね、筋肉とか皮膚がデリケートなのであんまりさすんない方がいいんで、あの顔とかに関してはただ気を流すだけとかの方がいいんですけど、まあでも足とかですね、お尻とか腰とかはもう全部これで対応可能です。これやれば五十肩四十肩も治るし、あとはホースでですね、秘伝の気を取り入れて体の気の通り道が開いて、いつも気に満ちている状態になるので、そうすると気が強い状態ですね、気に満ちている状態っていうのを維持できるようになるので、とにかくですね、体と向き合う、でこのホースをやるっていう、自分を変えたいとか能力開発したいっていう人はこれめちゃくちゃ取り入れてやってみてください。はい、でそしたらですね、これだけでも全身のその気の通り道を開いていくことができて、あの能力開発になるんですけど、さらにですね、自分の潜在能力をこう発揮するために今度は丹田というものを鍛えていきましょう。で、丹田なんですけれども、もう有名なのは下腹部にできるですね、下丹田っていうものですね。実はですね、気功では他にも丹田ってあって、中丹田、上丹田っていうものも、存在します。でまずはですね、この上中下丹田の、効果効能からですね、説明していきますね。まず下丹田なんですけれども、まあ、この下丹田一番有名なんですけども、できる場所としては下腹部ですね、おへそがあってその下の方に、できると言われています。いわゆる正下丹田と呼ばれるものですね。対応する部位としては、体の物理的な臓器でいうと小腸に対応しています。小腸ですね、まあ、この小腸を中心にですね、丹田が形成されると、あと周辺の臓器とかもですね、いつも気に満ちている状態なので、お腹のこう内臓の調子全般が良くなったりとか、女性だとこう生理痛の改善に役立ったりとか、あとはですね、インナーマッスル、ウエストの筋肉とかも引き締まるので、スタイルがこう良くなってですね、お腹がこう引き締まったりとかっていう効果があります。あとはですね、体幹が安定するので運動能力とかも下丹田鍛えると高くなっていきます。で、下丹田がですね、まあ、欠乏してて、ここに気がないとですね、気が上の方にこう上がってですね、頭に溜まったりとかするとパニックになるって言われてるんですけど、すぐに頭にですね、気が上ってこうパニックになったりとか、まあ、あと下丹田って気のタンクの役割があるので、やっぱこう気が足りてない状態、気がこう細いような状態になっちゃうので、なんか人にこう舐められやすくなったりとかしちゃうんですね。逆にですね、下丹田がこうしっかり満ちてくると内臓の調子も良くなって体力もこう満ちてくるし、あとはですね、体と心がこう安定してきて堂々とした人間になれます。でですね、中丹田とか上丹田って気がですね、あんまりこう集まりすぎると暴走しちゃうことがあるって言われてるんですけど、まあ、心臓がドキドキしたりとかパニックになったりとかっていう、でこの下丹田が、ある種のですね、まあ、ブレーキというかコントロールの作用をですね、果たすので、まあ、下丹田ができてくると中丹田とか上丹田をですね、暴走させることなくしっかり使えるようになります。まあ、なのでくよくよしやすいとかですね、もうさっきも言ったようなちょっとこう人間に舐められたようなって人はですね、この下丹田からまずしっかり鍛えていただければと思います。で、鍛え方なんですけども、先ほどのですね、ホースを使ってしっかりですね、気を、秘伝の気を掴んで取り入れてお腹をですね、さする、下丹田をまあ繰り返しさせるっていう方法と、あとはですね、下丹田の位置にこう手を重ねてお腹の温かさに意識を置いていけば自然とそこにこう気が集まっていくので、まあ、手を置いてですね、丹田を鍛えるっていうこの方法があります。で、どっちもおすすめなんですけども、手を置いている状態だとだんだん飽きてきて他のこと考えたりとかですね、退屈していって気が分散しちゃうので、まあ、僕はですね、ホースで丁寧にこう気を取り入れてさせるっていうやつの方がおすすめです。やっぱ手を動かしたのってこう嘘をつかないので、やっぱ一回さすれば一回させてるの効果があるんですね。で、こういうずっと意識を集中する、まあ、瞑想みたいなのってやっぱり慣れないとなかなかこうできないので、最初はこのホースでしっかり書き換えていくのがいいかなと思います。で、次がですね、胸にできる中丹田ですね。大胸筋の一番こう盛り上がっているところがあって、その中心にできます。まあ、大体僕だとこの辺りですね、これが中丹田ができる位置。で、この中丹田っていうのは、やる気とかモチベーションとかですね、愛情とかに関わるところですね。なのでこの中丹田が欠乏していると、いつもなんか楽しいことがないとか、何をやってもつまらないとか、なんかモチベーションが湧かない、やる気が湧かないとか、なんか人を好きになれないとかですね、そういう感じになってしまいます。で、中丹田が満ちてくると、なんか楽しいことがあった時に、あ、これやりたいって思って行動できるようになったり、
か、まあ、ちょっとこうハードルが高いものとか、なんか乗り越えるべき目標みたいなものがあった時も、中断点があるとやっぱりやる気がこう湧いてきてですね、なんかアントニオ猪木みたいな感じでもう元気にできるようになっていくので、あのモチベーションを高めたいっていう人は中断点おすすめですね。人間って相手の体の状態をですね、こう無意識に感じ取る能力もあるんですけれども、一緒の空間にいるとこう脈拍とか呼吸とかが同調していくっていうホメオスタシス同調っていう原理があるんですけれども、中断点が強くて活性化しているとその心がこう活性化している、なんか楽しいとかポジティブな感覚っていうのを人に伝わるので、なので中断点活性化しているとなんか周りの人もこう元気になっていって、なんかあの人といると楽しいよねみたいな感じで、なんか人から好かれるようにもなったりします。なので、まあ下端点でまずどっしりしたマインドを作ってあげて、そこからでも楽しい気持ちとかも中端点で作ってあげると、なんかすっごい安定してて頼りがいもあるけど、なんかでもあの人ってすごいこう魅力的だよねみたいな感じになるので、人間関係変えたいって人はまあ下端点中端点メインに鍛えていくのおすすめですね。下端点中端点ときてですね、で最後に額にできる上端点で、ここはですね、体の臓器でいうと前頭前野、大脳の一番ですね人間らしさを司るところ、まあ、理性とか論理とかを司るところと対応しています。あとはですね、まあ、ここ第三の目とかって言われたりするんですけれども、まあ、この上端点が活性化していくとだんだんですね、なんか気の、まあ、共感覚とかが強くなっていって、気が見えるようになったり、オーラが見えるようになったりとか、なんか瞑想中にですね自然と光が見えるようになったりします。でただですね、まあ、すごい能力を秘めてるんですけど、ここばっかりですね開いていくと頭にやっぱりこう気が上っちゃってパニックになったりとか、神経がこう過敏になりすぎて現実世界に出ることができない、まあ、ちょっと引きこもりみたいな感じになっちゃうので、まずは下端点中端点作ってから上端点作るのがおすすめです。でここが発達してくると、まあ、頭の回転も速くなるし、共感覚とかオーラとかをこう感じる能力とかも、まあ、身についてくるので、なんかこういうことやれば人生うまくいくよねみたいな、そういうのとかも分かるようになってきます。で逆にですね、まあ、この上端点がやっぱり活性化してないと、なんか人から言われたことを理解できないとか、情報処理ができないとか、なんか物事の学習能力とかがこう低くなっちゃったりとかするので、なんかまあ勉強とかが苦手になったりとか、自分で物事をこう考えるっていう能力が身につかなくなってしまいます。なので上端点もやっぱりこう仕事とかでこう結果出したりとか、なりたい自分になるために未来を考えるとかっていった時には上端点非常に大事になっていきますね。上端点は鍛える時なんですけれども、まあ、下端点と中端点はかすってあげればいいんですけれども、上端点に関しては顔周りってあんまりこうベタベタ触らない方がいいので、あんまりゴシゴシ触ったりすると肌荒れとかになっちゃうので、ここではですね上端点に意識を集中して開発する方法を紹介したいと思います。でまずですね、目閉じていただいて、でその後額を軽く触ります。で触った状態で目を閉じているままなんですけど、ちょっとですねまぶたの裏側を見るような感じで目をですね上に上げてほしいんですね。目を閉じたまま上を意識するって感じで、そうするとまぶたをですね閉じたまま上を見ているとこの額のあたりに意識が集まってくるんですね。であとはしばらくですね、1分2分ぐらいその状態を維持して額を意識しているとだんだんこう気が集まっていくの で慣れてきたら目をですね上に上げなくても額を触って意識するって思うだけでこう気が集まってくるので、これで気を集めてですね上端点鍛えてみてください。まあ一番初めにやったその体を意識するスポットライトを当てるっていうワークみたいなのとですね似てるわけですね。なのでまあ目閉じてちょっと触ってここに意識集めるんだよっていうのを体に教えてから気を集めるワークをやってみてください。で僕ですねもうめちゃくちゃ賢くなりたいと思ってこのワークものすごいたくさんやってたことあるんですけれども、あんまりですね根詰めてやって1日ですね5時間くらいですねやったら気が集まりすぎてちょっとですねなんか視界がこう歪んだりとか、なんかギラギラした変な光がずっと見えたりとかしてですね、うわーなんか神経やっちゃったかなみたいな、あーついに俺も脳が壊れたかみたいな状態になっちゃったんですね。なのでこれはですねあんまり根詰めずにやった方がいいです。あんまり欲をかかない方がいいですね。幸いですね、うわーやばっと思ってその後1日寝たらですね元通りに戻ったんですけれども、そういう風に脳みそをガチでこうバグっちゃう可能性があるので、しっかり下から作ってってやっていくっていう感じですね。でもうこれイメージなんですけど、配分としてはこうピラミッドがあって、まあ下端点がやっぱ一番大事なのでこれぐらいの割合、まあ全体でいうとこう 5,6 割を占めてる、で中端点が3割から2割ぐらいで、最後の上端点がこう1割とかですね、それぐらいのこうイメージ
で体をですね作っていただければと思います。ほんと結構上端でやりすぎると危ないので、僕もですね元に戻ったと思ってるんですけど、周りからはあいつクレイジーって思われてる可能性があるんで何とも言えないんですけど、そういう風にですねならないように、僕をですねダメなケースだけではないんですけども、先行事例ということでですねしっかり有効に生かしてもらえればと思います。はい、でですね上中下丹田とですね体のパワースポットを開発する方法をお伝えしたんですけれども、最後にですね一番体の中で重要な正中線の鍛え方をですね解説したいと思います。でこの正中線、体はですね軸になるところですね。でこの体に気の通り道の軸ができると、ものすごいですね才能とかが開発されて天才になるっていう風に言われています。で僕のですねすごい尊敬しているですね気功とか体に関するですね本を出されている方で、高岡秀夫先生っていう方がいるんですけれども、その方が言うにはですね、モーツァルトとかベートーベンとかですね、歴史に残るようなその天才たち、アーティストの天才でもいいし、ナポレオンとかですね、あとスティーブ・ジョブズみたいな、ああいう何かすごいことをする人っていうのは、この体の軸、正中線がですねとにかく通ってて、めちゃくちゃ発達して体を通り越してですね、気の流れなのでどこまでも伸びていくんですけど、もう宇宙の果てまで届いているんだって言ってたんです。でこの正中線を鍛えていくことで、軸の高さっていうのはどこまででもこう伸ばしていくことができるので、みんな誰でも天才になれるんだよっていうことをよくおっしゃって、本の中で書いてるんですけど、僕趣味で楽器弾いたり音楽やってるんですけれど、僕もですねやっぱ軸をこう鍛えていって、やっぱすごく楽器上達してですねアーティスティックな能力が伸びていったんですね。いつも軸を鍛えるトレーニングしてるんですけど、やっぱそれに合わせてですね自分のビジネスとかも結構うまくいくようになっていったんで、本当にこの軸ってやっぱすごいんだなっていうのを、もう僕自身が一番誰よりも実感しています。なのでですねこの正中線とか軸をですねしっかり鍛えていただけたらなと思っています。軸って言った時に自分の体のこの正面にこうできるって思いがちなんですけど、体の中で一番大事なのってやっぱ背骨のラインなんですね。で人間の体がですねこっち正面だとして、でこういう風にあった時にで、体をですね4等分した時に、うまく4等分できてないんですけど、この3番目のラインにできるところがちょうどこう背骨とこう重なっている部位になるんですね。で背骨っていうのは神経が中に入って脳とつながっているので、この背骨を開発することが脳を開発することにもつながるし、あと自分の中のその天才性とかをこう引き出して、モーツァルトとかですねそういうこうやばいガチ天才に、なることにもつながっていくんですね。であと宇宙と自分が一体化するようなそのワンネス体験っていうのも、この背骨の通り道がこうクリアになって、でそうすると100へからですね気が出ていって、宇宙から気が入ってくる。で自分の気と宇宙のですね気がこう混じり合って、自分と宇宙の境目がなくなると、いわゆるワンネス体験がこうできるというふうに言われているんですね。なので能力開発でも、そういうスピリチュアルな意味でも、この背骨のラインっていうのがめちゃくちゃ大事になっていきます。この背骨のところに太い気の通り道があるんですけれども、これがですねやっぱりこういろんな邪気というか、こう余計な思い込みとか、ネガティブな感情とかで、やっぱりこういろんなところにこうマインドブロックみたいなのがあって詰まってるんですね。でよく言うのは、その溝落ちなだったりにその邪気があってこう詰まってると、お金のマインドブロックになったりとか、生殖器のその仙骨とかのあたりにあると、こう性的なことに関しての魅力が出なかったりとか、人間関係だとこの胸の裏側、胸骨ですね、胸椎のあたりにブロックがあったりとかってこう言われているんで、背骨をこうクリアにしてくると、人生のいろんな能力も発揮されていくんですね。で背骨をですねじゃあクリアにしようと思った時に、やってやれないことはないですよ。ホース使ってこういう風にこうさすって通していくっていうのも、これもありなんですけど、そんな背中届くかと、僕は全然届くんですけど、こういう風になのでさすれるんですけど、結構大変なので、ここでですね気功っぽいちょっとワークを紹介していきます。で脊椎のヒーリングをですね解説するんですけれども、まずちょっとお手本でやるんで見ててください。で自分のですねこの尾骨触ります。で反対の方で百へ、頭蓋骨触ります。でここにですね背骨の気の流れがあるので、それをですねスポッて取り出してください。イメージで背骨を取り出すって感じですね。でイメージで背骨を取り出してですね、この背骨の気をぐしゃぐしゃっていう風に手で潰していきます。で
え、自分の背骨の木取り出して大丈夫なの、おいおい斎藤大丈夫かよと、お前やばいんじゃないのと思う人いるかもしれないんですけど、これ大丈夫です。で、背骨をこう砕いた時に、まあこれ何を取り出したかっていうと、背骨に関する古い情報を取り出して、で、壊すことで新陳代謝を促しているっていう感じなんですね。まあなんかあの背骨に関するこうデータとかセルフイメージとかをこう取り出して壊すことで、より良いものにこうバージョンアップしてるっていう感じなんですよ。なので、まあ、自分の背骨をですね、よく触って背骨へのこう意識をこう高めた後に、触ってスポッてこう取り出して、でぐしゃってやると背骨を開発できるようになります。で、これ慣れてくると本当にまあこういう風にパッパできるようになるんですけれども、最初はですね、なかなか見よう見まねではできないと思うので、もう特別にですね、この背骨を取り出すっていうのもあの伝授したいと思います。まあ、これ本当は有料教材とかであの伝授してるセミナーとかでやってるやつなんですけど、まあ、ここまで解説しといて、あと頑張ってみたいな感じだとお前なんなんっていう話になっちゃうんで、もう伝授したいと思います。まあそのままですね、脊椎って気功技術ですね。そしたら、伝授のポーズですね、また手のひら上にして目閉じてリラックスして受けててください。で、脊椎伝授します。はい、OK です。で、情報を取り出すときにやっぱり臨場感があった方がいいんで、知識があった方がいいんですね。で、まず背骨の仕組みについて、説明していきます。で、背骨ってですね、まあ尾骨、仙骨っていうのがあって、で、腰椎っていうのが下からですね 5,4,3,2,1 ってあります。で、肋骨が生えているところがですね、胸椎っていうんですけど、これが下から、12から1まであるんですね。で、そこから今度上にあるのが首の骨で頸椎っていうんですけど、これが7個なんですね。なので合計で脊椎は26個の骨から、できているんですね。この脊椎なんですけども、やっぱりちゃんと取り出しているかどうか、あの結果をですね、見たいので、まずはビフォーアフター比べていきます。これはですね、立ってもらった方が分かりやすいんで、ちょっと立ち上がっていただいて、で、ゆっくりですね、自分の体を、まあ、こういう風に背骨をですね、ひねってみてください。で、これもあの乱暴にすごいスピードでこう振り回す、ブンブン振り回すんじゃなくて、どのぐらいまでこういけるかなと、で、自分の体のどういうところが詰まっているのかなっていうのを感触をですね、確かめながらですね、瞑想みたいに動かして把握してみてください。で、そしたらですね、尾骨を触って、頭頂部を触って、で、背骨を取り出すと。背骨取り出すときに結構なあの高さがあるわけですよ。まあ、尾骨から頭の上なので身長の半分以上はあるわけですね。取り出したときになぜかちっちゃくなるんですよ、みんな。で、そうするとなんかうまくいかないので、このサイズのまま、なんならですね、ちょっと大きめに、取り出すようなイメージで手を広げておいてください。で、その後この状態だと扱いにくいので、ちょっとこう縮尺を変えてちっちゃくするようなイメージでちっちゃくするのは大丈夫です。で、これぐらいの長さになったら、尾骨砕く、仙骨砕く、腰椎5,4,3,2砕く、まあ、肋骨半分砕く、で、上半分砕く、頸椎砕く、で、頭蓋骨砕くっていう風に砕いてみてください。で、その後ですね、またひねってみると、なんかさっきより全然こうスムーズに回るなとか、まあ、体ちょっとこう背骨動かしてみたりとかすると、あ、すごい詰まりがなくて、あの楽に頭とか首とかですね、体が動くなっていうことが分かると思います。で、この砕くっていう方法も、実はあの例えば腰痛いなっていう時は腰の情報を取り出して砕くとかっていう風にやって、あの体の詰まりをですね、取るのにはすごいこう有効なので、まあ、ホースと一緒にですね、この砕くとかっていうワークも合わせてやってみてください。で、やってるとだんだんクンダリーニの通り道もできてくるので、で、小中点とかクンダリーニのワークあのやった時もすごくうまくいくようになります。で、これもやっぱりもう丁寧にやると、毎日1回でもいいのでやっていくと、めちゃくちゃですね、1年後とかには自分の能力がこう伸びてて、いろんなことうまくいくようになるので、まあ、この脊椎のワークですね、もうめちゃくちゃ気候の奥義って言っても過言ではないので、たくさんやるようにしてください。はい、というわけでですね、具体的なまあ能力開発ってことで、上中下丹田、三丹田とですね、あと脊椎をこう鍛えるっていうワークをですね、紹介しました。まあ、こうやってですね、軸をこう鍛えていって、どんどんね、軸を宇宙の果てまでのこう伸ばしていくと
とですね、もう天才にこうなれるっていうですねことなので、たくさんやってですね、まあ、一緒にこう天才を目指していきませんかという感じですね。まあ、あまりにもですね、あの天才になりすぎてですね、モーツァルトみたいに俺の尻を舐めろとかっていう曲をですね、作曲するようになったりとかしてですね、まあ、もしかしたらモーツァルトぐらい の天才になると、もう人からこう舐められることがなくなってですね、もうむしろ舐めてほしい、むしろペロペロしてほしいみたいな感じになるのかもしれないんですけども、まあそれはそれで OK ということで、まあ、一緒にですね、能力開発していけたらなと思っています。そしたらですね、最後に、復習ですね、ちょっと駆け足になるんですけど、やっていきましょう。で、まずうちでですね、解説している機構っていうのは伝統機構ではなく認知科学に基づいた機構というものですね。で、大事なのはイメージ力よりも観察力、自分の体を観察することですね。いろんなこうビジョンが見えるとか、オーラが見える、チャクラが見えるとかっていうのは、自分のですね、観察力を磨いた結果、脳のですね、潜在能力がこう解放されて、結果的にこう見えるもの、感じられるようなので、まあ無理に思い込もうとかですね、見ようとしなくても大丈夫っていうことですね。で、あとうちでやってる思考はですね、内部表現っていうものがベースになっているので、まあ僕らが今認識している世界っていうのは全部自分の心の投影であるということですね。で、映画でいうとこうマトリックスみたいな世界、全部情報でできている。でもその情報にこう介入することで、なんかメタ的にこう世界を操作することができるので、なんかそうすると上手にこうプログラミングし直せば、自分のですね、理想の世界が手に入ったり、理想の自分にこう変わることができるっていうことですね。で、そのハッキングの方法として機構っていうものがありますよ、共感覚による内部表現の書き換えっていうものがありますよっていうことをお伝えしました。じゃあそういうですね、すごい能力どうやってこう手に入るんですかって言った時に、まあ僕のおすすめは体をしっかり開発することですね。まあ体っていうのが結局脳につながっていて、で脳が心とか意識につながっていくので、まあ心とかをですね変えたいとか、セルフイメージを高めたいとかっていうふうに悩んでる人多いんですけど、まあ心で心を変えるのって結構難しいので、なので体からこう開発していくっていうことですね。で、そのためのワークとして、具体的には体を丁寧にさすっていくホースだったりとか、丹田を鍛えるとか、あとは脊椎を取り出してですね砕くとかっていうものを紹介しました。まああとはですね、気候的にはまあ僕らはもともとその秘伝の気とですねつながっていて、無限の気がですね、もう実はこう体の中にこう流れているんですね、宇宙とつながっているんですね。で、あとはそういう細かい詰まりをこう取っていけば、勝手にこう天才性がこう発揮されていくっていうことなので、なんかそういう意味では僕らのですね、無意識の中にもともとすごい能力っていうのはこう眠っているので、なんか別の誰かになろうとかですね、自分らしさをこう殺すみたいなことはあんま考えなくてもいいわけですね。なんかむしろこう自分の体と心を淡々とこう観察していって、なんか自分への理解を掘り下げていくと、ものすごい自分が待っていたみたいな感じになるので、なんかそういう意味ではありのままの自分をですね、まあ、受け入れてしっかり観察してですね、認識してもらえればいいかなと思っています。今回は、気候初心者の方がですね、気を出す、感じる、そしてこうどうやって潜在能力開発していくかっていうところをですね、解説していきました。で、他にもですね、気候でできることっていっぱいあって、まあ実際にこうビジネスにこう生かすにはどうすればいいかとか、あとうちはですね、プロのヒーラー、気候師になるための講座をやったりとか、あと女性向けだと美容気候とかですね、小顔になる、鼻高くする、ウエスト引き締める、バストアップ、美脚、肌きれいにするとかですね、いろんな方法を解説しています。で、そういうですね、気候に関する濃い情報っていうのは、メルマガの方でですね、配信しています。で、このメルマガ無料で読めますので、もっとですね、気候についてこう知りたい、で、なんか本格的にチャクラ開発したい、クンダリニ開発したいとか、なんかモテたい、綺麗になりたいとかっていう方はですね、僕のメルマガの方ですね、登録していただければと思います。でですね、今回長い動画になったんですけど、最後まで見ていただいてですね、ありがとうございました。この動画ですね、役に立ったと思った方はですね、いいねボタンとかチャンネル登録の方も押していただければと思います。というわけでですね、今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。